皆様、こんにちは。本日は、子ども・若者総合相談センターコンパスの開設と、中央フレイセンター開設50周年を記念しました講演会にご参加いただき、誠にありがとうございます。私は、記念講演会の第一部の進行を務めます、中央フレイセンター館長の鈴木と申します。よろしくお願いします。本日の講師であられる斎藤玉木先生をご紹介させていただきます。 斉藤先生は、引きこもり診療の世界的な第一人者として、現在は筑波大学の医学・医療系、社会精神保健学教授と、付属病院の精神科医としてご活躍しておられます。先生は、社会的引きこもり、終わらない思春期や、キャラクター精神分析をはじめとする、実に多くの専門書、実用書を上司されておられます。また、漫画や映画などのサブカルチャー愛好家としても知られておられます。 ではこれより記念講演会を始めます演題はなぜ人は引きこもりになるのか不登校の子どもへの接し方であります斉藤先生お願いしますコンパスの解説と中央フライセンター50周年おめでとうございます本日はなぜ人は引きこもりになるのかと題しまして90分間お話しさせていただきますけれども えまずです、ね、あの不登校のお話から始めさせていただきたいと考えております。と言いますのは、えー、っと不登校と引きこもりは、まあ、それなりに密接な関係にありましてです、ね、えー、昔ほどではありませんけれども、今も不登校から引きこもりに、えー、そのまま延長していくという人が少なからず存在するという現実がございますので、まずは不登校段階でどう、まあ、対応すると言いますかね、あの支援するかと。 とといいいうことの話から始めさせててたただきたいと考えております不登校に関しましては、平成11年度の文部省当時のです、ね、定義がございまして、年間30日以上の長期欠席者のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因、背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため、年間30日以上欠席したもののうち、 病気や経済的な理由によるものを除いたものというふうな定義がございます。えー、基本的には小中高生を対象とする言葉なんですけれども、えー、実際には高校生も専門学校にも短大にも大学にもえ大学院にもですね、フリースクールにもえ存在しますので、まあ、学校と名前が付くありとあらゆる場所に不登校は存在すると考えていただいた方がよろしいかと思います。はい 不登校はですね近年激増傾向にあります。激増です。えー、っと文科省がですねあの毎年問題行動不登校調査やってるんですけれどもこのお2020年度のお不登校人口の発表がありました。2020年度に不登校が理由で小中学校を30日以上欠席した児童生徒は19万6127人ですね過去最多です。 えー、すごい数です。えっと、小学生が6万3350人、中学校が13万2777人となっています。なんと最近3年間は、毎年2万人ずつの増加が続いておりまして、えー、これはもう異常事態といってよい状況があると思います、えー。まあ、いろんな原因考えられますけれども、端的にこれはですね、 学校という教育システムの制度疲労と私は考えております。ざっくり言ってしまいますとですね、今の学校、特に中学校の教育現場というのは、昭和時代の飛行対策モデルをずっと引きずってますね。えー、飛行対策、つまりすなわち、生徒というのは放っておくと問題行動を起こすのであるから、規則や指導で縛りつける必要があるという、ですねそういう球体以前のまあ教育思想がいまだにはびこっておりまして、 これがあの学校から安心と安全を奪っていると。で、これが不登校の最大の理由であるとして考えております。えっと、まあ、なかなかね、学校現場はそれを認めたがらないんですけれども、例えばですね、中1ギャップという現象があります。中1ギャップと申しますのは、小学校6年生から中学1年に上がった段階でですね、不登校人口が激増するわけです。えー、小学校まではですね、大体あの、 不登校というのは100人に1人ぐらいのレベルなんですけれども、中学以降はですね、もう24人に1人と、クラスに1人か2人というレベルまで激増するんです。いろいろ理由を言われてますけれどもあの、現場の証言を総合しますと、端的にですね、小学校から中学校に上がるとですね、途端に生徒に対する当たりが強まっちゃうんです。典型的にはまず呼び方が呼び捨てになりますね。教師から生徒の呼び,呼び方が 呼び捨てになります理由はかりまます理由かせんなぜかそういう引きたりになるみたいですえと学校の教育システムの制度疲労という話からでしたけれども、えっと、まあ、中一ギャップの原因として、学校現場というものがですね、えーと、中学に上がった瞬間に安全と安心が失われてしまうということを話をしていました。まずは呼び捨てになることがまずありますし、それから、あのー、えっ、ー、と、部活の強制と、 部活の中における年功序列ですね、えー。これも意味が分かりません。えー、年功序列のような儒教文化をなぜあの、令和の日本の学校文化がいまだに温存しているのか、私はま,まるで意味が分からないんですけれども、えー、多くの学校がそれを容認しております。えー、それからあの、えっとまああの、教員からの指導のあたりがかなりきつくなることも一つと、それからあの理由の分からない校則が増えます。 えー、服装とか髪型に関するです、ね、教員もその根拠をろくに説明ができないような、えー、それこそルールはルールだからとしか言えないような、残、えー、念な校則がやたらと増えておりましてです、ね、これが、まあ、いちいちそれぞれが生徒個人の尊厳を傷つけるということをです、ね、学校現場はもう少し考えるべきですね、えー。おそらく学校現場の判断は、生徒の尊厳を尊重したら非公開が助長されると。 いう球体以前のものと私は信じておりますけれども、それは間違いなんで、間違いは改めた方がいいと思っております。えー、っと、非公対策モデルではなくてですね、今はむしろ不登校や非ひ,ひくもりのような非社会性対策モデルの方にシフトすべきなんですけれども、えー、全然時代にアップデートされていないということが最大の原因。で、えー、対策といってもですね、生徒のその、えー、っと生徒個人の 記録をしっかりつけましょうとか、そういう何と言いますか、あの古則的な、えー、小手先の対策ばかりが目立ちまして、ですね、全く抜本的な、つまり学校という空間をもっと安心・安全な場にするという基本的なことができていないので、不登校人口はさっぱり減らないと、どころか増えていると、しかも毎年2万人に届いているという、とんでもない事態が放置されていると考えていいと思います。 スクールカウンセラーの導入は、まあ、あの20年前になされましたけれども、えー、これ自体は私は良いことと思っておりますが、も本来の目的であるところのです、ね、不登校の抑制といいますか、減少という意味では、ほとんど役に立っていないという辛口の評価にならざるを得ません。もっとその、えー、あれだけの人,人数を雇用するのであれば、もっと有効な活用法があるとした思うんですけれども、えー、相変わらず非常勤のままですしね、あの非常にあの残念な人件費の 使われれ方がさてていると私は思っておりますで不登校と申しますのは長期化しますと、えー、引きこもりもそうですし家庭内暴力とか自殺機ととかいろんな問題行動に至る可能性があります、えー、と不登校の場合は対応フローチャートですけれども、えー、不登校が起こった場合は、えー、ここも自爆にしてますけれどもこれは症状です精神症症状状や身体症状が ここで生じた場合にはどうするか、えー、こちら医療機関となります。医療機関に受診をして、それであの症状がある場合は対応してもらうと。で症状がない場合に関しては、えー、教師や養護の先生、スクールカウンセラーに相談しましょうということになっております。えー、症状がある場合の対応なんですけれども、いきなり本人を病院に連れていくことは避けていただきたいと思います。 えー、先ほど私は学校教育現場を批判しましたけれども、精神医療も対外でありまして、医療現場もですね不登校対応ができないところが非常に多い。で、うかずにそういうところに連れていったりしますとですね、なんと、えー、お説教されてしまうことがあります、えー。もう義務教育だから学校行きなさいみたいな、二重三重に間違って対応されてしまうと。えー、っと、まあ、ちなみに言いますと、義務教育というのは、子どもが、 学校を行,かせる義務では行く義務ではなくて、社会が子どもに教育を提供する義務という意味ですから、えー、そこら辺から勘違いするという方が多いので、気をつけていただきたいと思いますけれども、いずれにしても、そ,のそういう,こう妙なドクターにぶつかってしまうとです、ねあの、子どもは医療不振になってしまいます、えー。医者は当てにならないどころか、とんでもないあの対応してくる。 えー、ろくでもない場所であるというふうな印象を持たれてしまいますので、そうならないためにもですね、えー、っとあのいきなり連れて行かずに、まず親御さんが相談に行ってで、そこがまともかどうかをよく確かめた上でです、ね、えで、ーまあ、まともであれば、本人を連れていくというふうに考えていただきたいと思います。早くね何とかしたいと思う気持ちは分かりますけれども、まあ、正直申し上げて、不登校も引きこもりも緊急性はありません。 緊急性、すなわち、今日対応しなかったら、明日死ぬとかそういうものじゃありませんから、少し時間をかけて丁寧にやっていただきたいと思います。その方がはるかに効率的です。まあ、効率っ言葉がお好きならばって話ですけどね。えー、っと、で、こちらの学校の先生に相談する理由なんですけども、これはですね、一重に、この外的な原因、えー、これを考えていただきます。文科省の調査ではですね、外あの、 不登校要員のトップは何かご存知でしょうか不登校要員のトップは無気力となっています。60%無気力と。これ信じられません。なんでそんな愚かな結果になるのかとても信じられませんけれども、えー、それって要するにニートの原因は働かないことみたいな話でありましてですね、えー、何の意味もない調査結果です。まあ、ただやくしますとこれはあの 学あのこの調査はです、ね、学校側が集計してきたものを文科省がさらに集計して発表するという仕組みになっていますので学校から見た不登校の要因というそれだけなんですよね。となりますと学校側は一般的に、えー、教師のハラスメントとか生徒間のいじめとかは認めたくないのであのよくわからないものに関してはつまりあまりにも明白にハラスメントやいじめが原因ではないと思えるものに関しては まあ、この人無気力だからというふうに簡単に決めてしまうということが問題だと思っています。その証拠に、えー、昨,年度あ昨,年昨年発表された別の調査、えー、当事者や当事者の家族に対する調査ではあの私たちの臨床実感と一致する結果が発表されています。すなわち、いじめとハラスメントとそれが家庭の問題ですね。えー、いじめ、まあ、生徒間のトラブル、それから 教師と会わないというふうなことですけれども、まあ私なりにどにつく言い換えれば、いじめとハラスメントになります。えー、っと、いじめ、ハラスメントなどがある場合に関してはですね、何よりも原因の解決が最優先。当たり前なんですけれども、あるにもかかわらず、そっちは放置して、で、一生懸命本人のカンソリングをするという意味の分からない行動でなされがちですので、それは気をつけてください。原因がある場合は、 原因を解決するでいじめハラスメントの原因がどう解決するかは後で触れますけれども解決された場合は次にようやく家庭訪問とかですねさまざまな本人に対する働きかけが可能になります、えー、その結果解決できた場合に関しては、まあ、私の体感では50%ぐらいは学校復帰できますけれども えー、できないケースもあります。あまりにもあの学校からの,、えー、その要因が大きすぎてひどすぎて、えー、もう解決したけど戻りたくないという人もいます。そういった場合は別の場所、えー、オルタナティブな場所に行っていただく必要があるかなと思いますけれども、そういった場合は教育センターとか、えーまあ、今、最近は適応指導教室とは言わないようになっているみたいですけれどもね、えー、それから別の学校、定時制、通信制、フリースクール。 フリースペースといった場所で、えー、参加できる状況を作るということが、まあ、大事になってくると私は思っています。現在は基本的にはこういった場所を探すのは親の務めになってますけれどもこれもおかしいんですよね。だって学校側に要因があって不登校になってるわけですから大半の場合は。学校側が責任を持って、えー、別の居場所を紹介するとかそれが、あのーまあ、この常識的な対応と思うんですけれども てる、えー、ケースは非常に少ないです学校にとって関心があるのは再登校いつ,からいつから再登校してもらうかというこの一点のみですので、えー、まあそういったようになってしまうのは事情は分かりますけれども間違いです。えっとそうですねまあそういったですね、あのー、学校の姿勢に問題があって 不登校が長引いてしまっているという場合が多いにもかかわらず、えー、不登校が増えた原因について、あのーまあ、のんびりした議論を続けながら、まあ、非常に生ぬるい対策が取られているのが現状ですので、えー、これは残念ながら、当事者や親御さんが自衛策を取っていた効果はないというのが現状です。えー、登校の場合の基本的な方針なんですが、その前に、 申し上げておきたいことがあるんですけれども、えー、文科省は現在、不登校を問題行動と見なしてはおりません。ですから、先ほどの調査の名前は、問題行動を不登校者調査になっています。なぜならば、不登校は問題行動ではないからです。これは平成28年度の文科省の通達に書いてあります、明記してありますけれども、学校現場の人はほとんどそれを知らないですね。えー、知らないので、 まあ、再登校、焦って再登校に救急するという、えー、図式がありますけれども、問題行動ではないということを繰り返し強調しておきたいと思います。ただ、不登校の結果として、生徒が、学校がじゃないですよ、生徒が不利益を被る可能性があるので、えー、場合によっては支援をしましょうというふうに考えていただければと思います。 どういう支援を目標にするかとなりますけども、問題行動ではありませんから、再登校はゴールになりません。えー、再登校をゴールにした支援は間違いです。これ、引き込に対して、就労を目的とした支援が間違いであるのと同じ意味です。じゃあ、何を目指すかといったらこの、どうすればこの子が元気になるか。えー、これのみをですね、えー、目指していただきたいと思います。これ、ゴールのよりゴールじゃないんですよね。だって、元気で、 元気になったら、はい、一件落書でもないですよね。元気になったら元気で居続けてもらう必要もありますから、えー、ゴールによってゴールではない。ただ、これを考えていただければ、多くの場合は、おまけとして再投稿が実現することもありえますし、その確率はかなり高いです。再投稿のみを目標にした場合よりは、こちらの方が効率がいいとすら言えるでしょうね。えー、大事なのは、ゴールじゃなくてプロセスなんですね。 えー、これ、ひくもりの場合もそうですけれども、あのー、ゴールにこだわりすぎると遠ざかっていくのが、この場合の逆説です。ゴールにこだわらずに良いプロセスを共有していきましょうという姿勢の方が、この場合の正解です。元気になることを目指すというのはそういう意味ですから、誤解なきようにお願いします。ゆっくり休ませて、環境調整も必要があれば行う。治療も場合によって行う。ただし、本人の拒否権を尊重する。 自分で道を選択できるまではできるだけ干渉しないで、まあ、見守りましょうと。で、表情主義的な登校刺激の禁止に関してなんですけれども、これはあの文科省の指導で一頃ころですね、あまりにも言われすぎたことがあります、えー。で、一部の学校ではですね、あのー、登校刺激は禁止らしいから、もう不登校の子には関わるなというふうな間違った解釈がなされた結果、まあ、不登校のお子さんが放置されるという大変残念な悲劇が。 まあこれ誤解なのか、意図的な誤読なのか分かりませんけれどもね、そういうことがありました。えー、私はですね、これ絶対じゃないと思ってます。うつ病の人に絶対に励ましてはいけないというのが神話であるのと同じ意味で、えー、不登校の子に学校に行けと絶対に行ってはいけないということはないと思います。特にその子とその大人がですね、十分な信頼関係で結ばれている場合については、えー、調子がいいところを見計らって、 ちょっと背中を押すからないことは全然許容範囲と思っています。要はですね、信頼関係の有無なんですよね。ろくに信頼関係がない大人から、教師でも親でもですね、えー、お前学校行けと、いかに学校,学校に来いと言われるなんていう、まあ、無礼な振る舞いには耐えられないですよ、子どもはね、えー。この大人のことなら信じてもいいと思えるレベルの信頼関係が築かれてからですね、登校進撃は初めて意味を持ちますので。 まあ、大体人間の発言というのは関係性以下んで意味が変わるんですけれども特にこういった統合神経に関してはどういう関係かということをちゃんと自覚した上で、まあ、タイミングを分かってやっていただきたいかなとやる場合はですね思っていますあのかつてのフリースクール運動がそうだったように私は学校が絶対悪だから学校になんか絶対戻しちゃいけないとは思っておりません何しろ子ども自身が生徒自身がですね学校復帰を望んでいる場合がとても多いので、えー、そういった子どものまあ 意欲、気持ちを尊重したいと思っていますので、えー、再登校がゴールではありませんけれども、結果的に再登校になるのは全然 OK ですし、えー、そうじゃない道を選択するのも全然 OK と。そこに本人の主体性がどれだけ働いているか、これのみが大事だと思っています。えー、それから発達障害バブルですね。これはあの、えっと、現在の学校現場、 それから他の支援現場でもそうですけれども子どもの問題をとにかく全て発達障害というフィルターで見ようとするという傾向があまりにも行き過ぎているので苦言を呈しておきたいと思います、えー、この概念自体はとても大事な概念で私はそれを否定するもんには全然ないんですけどもあの何、ー、て言いますかねその今まで医療現場で私は確かに見過ごされてきたというそういう問題あります で医療以外の現場では、むしろ過剰診断の傾向が強いと。えー、特に学校の場合は、入学前にです、ね、特別支援学級にするかどうかみたいな判断を迫られているので、えー、拙速な判断が下されやすいという傾向があるように思っております。あちなみに、発達障害バブルってことは、私の造語じゃなくて、あの私の同僚の小児科医、まさに専門家ですよね、その言葉です。 で大人の発達障害ということが出,出てくると、今度はあの空気を読めずに孤立しました、ね。変わり者は一度はそのアスペと呼ばれたりとかですね、発達障害と呼ばれたりするということがあって、えー、この大変残念なラベリング、レッテルハりに出していると言わざるを得ない状況があります。私のところにも、ね、発達障害という診断、あの紹介状を持ってくるたまにいますけれども、およそ半数は誤診です。誤診と言えるのは治っちゃうからです。 発達障害のったらおかしいですよね。だってあれは先天性の脳の機能障害なんですから、まあ、そうかどうか知りませんけれどもそう,そうなってますのでそういう人が、まあ、あの通常の、ね、治療で社会参加して治っちゃったら誤義矛盾ですよね、えー、ですので、まあ、そういった経験を踏まえながらですね私はこの,この診断は、まあ、あの行き過ぎだなということは多々思うことは多々あります。 えっとまあ、これ、いろんな人が診断したがるのが問題かもしれませんね。あのそれこそ学校の先生から、心理師から、あそうだ心理検査で発達障害を診断できると思っている人はまだいるので、これも困るんですけど、もね、えー、ウェイ氏とかウィスクとか知能検査やって、でそれでその結果に基づいて、えー、間違いなか発達障害ですとか言っちゃう人いますけれども、えー、このツールの使い方は間違いですから、まあ常、常識的にやっていただきたいと思います。 私の考えでは発達障害診断をしていいのはですね自分がその人の治療療育に関われる人だけですそういう責任を取れない人が、まあ、無責任に診断を乱発するのは非常にさもしい行為と私は考えておりますがいかがでしょうか、えー、次不登校の要因の最たるものの一つにいじめがありますけれどもいじめに関しての研究を紹介します えこれはあの現在東大の先生やってらっしゃる滝沢隆さんという精神科医ですけれどもこの方がイギリスのキングスカレッジという大学でえ行ったえ大規模研究ですこれはあの非常にエビデンスレベルが高い研究でしかもそれがアメリカン・ジャーナル・ブ・サイカエトリーというですねトップジャーナル精神医学で一番権威のある雑誌に掲載された日本人研究者が 筆頭著者でこの雑誌に載ることはめったにないんですけども、すごい、まあ、異業なんですよね、これはね、えー。どういう研究かと言いますと、小児期のいじめ被害が成人後の健康状態に及ぶ影響という研究で、えー、イギリスの1958年に出生後法と、この年に生まれた集団ですね、その,その集団を、まあ、追跡調査するわけです。7歳から11歳までにいじめ被害を経験した、えー 事例、7771名に対する追跡をしまして、子ども時代に頻回にいじめ被害に遭うと、えー、その40年余りを経ても社会的、経済的、あるいは健康面において高いリスクを抱えるという調査をしました。えー、具体的には被害を受けなかった群に比べて、うつ病のおずひかかりやすさですね、1.95倍、不安障害のおずひが1.65倍、自殺傾向が2.1倍という非常に深刻な結果が出ております。 えと要するにこの子ども時代、小学校時代のいじめ体験がですねあの中高年になってからも、まあ、影響し続けるというデータが初めて発表されたわけです。これ、かなり画期的な研究なんですけれども残念ながらですねこれ全世界から問い合わせが殺到した、えー、滝沢先生のもとにです、ね、問い合わせが終わってきたらしいんですけれどもなぜか日本からは1件も来なかったそうです、メディアも含めて。 日本ってしょっちゅういじめ自殺とかで騒いでる割にはですね、いじめ対策に本当に関心があるのかなと思うような現象ですよね。これはね、非常に皮肉な結果と言っていいと思いますが。えー、で、いじめの基本対応ですけれども、これはですね、教師にはハラスメントも同じです。えー、指導という名のハラスメントが横行しておりますけれども、対策は一緒です。えー、解決の最低条件、必要条件として、 十分条件じゃないですよ、必要条件です必要条件として、加害者の謝罪、加害者の処罰と処分で被害者が納得する、えー。この3つが揃ってやっと、まあ、スタートラインという感じです。で、殺しないとですね、えー、被害者において PTSD が生じやすいという経験を私、多数持ってますので、ぜひとも学校現場ではこの3つをきっちりとやっていただきたいと思います。 一部学校ではですね、被害者、加害者双方がお互いに誤りっ子をして、で、握手をして終わりという、なんて言いますか、こう奇襲と言いますか、えー、あ奇妙な風習という意味ですね。えー、それがあの残存しているみたいですけど、何の意味もないですね、そういうことは。はい。えー、必ず教師、バイト、親は立ち会いのもとで謝罪と、それから処罰です。処罰は何でもいいですよ。出席停止でもいいですし、クラス替えでもいいですし、とにかく加害者は、 割を食うんだということを、えー、みんなの前ではっきり分かるようにしていただければ結構です。私はあえてこれを加害者のスティガマ化と言っています。加害は恥ずかしいんだということをですね、注目の中ではっきり示すことがこの処罰の目的ですから、それをきっちりやっていただければ、処分の仕方は何でも結構です。えー、っと,ところがですね、現在の学校現場では、この謝罪やるところも珍しいですし、 まして処罰処分というのはほとんどないですね、えー、あれだけくだらない拘束が山ほどある割にはこういうまっとうなことが全然ないって非常に奇妙な気がいたしますまあ今日は不登校の話は半分ですからこの話しておきますけれどもこういうことをしっかりやっていただかないと被害者はその納得できないままで引きこもり不登校が続きえそれで PTS で生かしてしまうということが起こりますのでくれぐれも気をつけていただきたいと思っております はい、であの不登校とです、ね、引き込みの関連性に関して、えー、これからあのお話し,しますけれども、えー、とこれざっくり言いますとです、ね、不登校を経験した人の約2割がです、ねえー、長期化して引き込みに至るということが分かっております。えー、と他の追跡調査を見てもです、ね、大体2割程度ということが分かっていますので、まあ、あのこの大規模調査、えー、の結果は、まあ、それなりに信頼できると、えー、考えています。 で今更なのは定義ですけれども、6ヶ月間以上、社会参加をしない、精神障害を第一の原因としない、えー、で、社会参加には、この就学就労のほかに親密な仲間関係、家族以外の仲間関係も含まれると、つまり仲間がいれば社会参加をしていることになりますから、えー、とりあえず引き込みで呼ばないということにしましょうという話ですね。 うつ病や統合失調症等から引きこもっている場合については、元の診断元の病気で診断をすべきであって、えーまあ、引きこもりとしては扱わないという、そういうことですね。大事なことは、引きこもりというのは診断名や臨床単位ではないということです。病気ではないということです。えー、これは現在の文科省、厚労省を通じての、まあ、内閣府もそうですけどもね、えー、内閣府も通じての認識です。 え非常にいいいと思まますす病気扱いは大変困りますなぜかというと、引きこもりというのは、境界線上の問題ですから、医療関係者だけでは対応しきれませんので、時には NPO とか、あるいは医療以外の部門、えー、社会福祉協議会とかですね、そういったところが対応する場合もあるわけで、医療も問題となってしまうと、もうこれは病院が必ず関わるみたいな、そういう視野共作に陥ってしまいますので、まあ、病気中に出さないという判断は非常に賢明だったと私は考えております。 で特徴ですけれどもね、あのまあえー、最近の減少ではないということです。70年代後半から増加してきて、今に至るということで、これじわじわとこう、まあ、蓄積されてきたと考えてください。蓄積していって、こうなったと。でえっと、うつまりですねあの、さっきも触れましたように、不登校人口は年々増えていて、約2割が引きこもるとしたら、今現在の不登校人口というのは、えー、一般的には、まあ、大体、 20万人から30万人と推計できますけれども、その2割とするとですね、4万人と6万人とか、そういう数になりますよね。これに加えて退職者とかですね、失業者とか、引きこもるに至る人はいっぱいいますので、えー、毎年毎年数万人以上が新しく引きこもっていると。えー、ところがですね、抜けられる人、えー、卒業できる人、非常に少ないです、えー。すごく多めに積もっても1000人いないと思います。 えこれ、統計がないんで、あの私が思うだけですけれどもね、ただ、実感としては1000人はいないだろうと、言わざるをえないところがあって、まあ、分かりますよね、毎年毎年そこの、そこのプールに数万人がは入り込んでくるのに、えー、出ていくる人は1000人ぐらいしかいなかったら、どんどんそのプールに溜まっていきますよね。えー、これが現在の引きこもり人口が増えていくメカニズムです。内閣調査で初めて、 日本には全世代を通じての引きこもり人口が100万人以上ということが初めて分かりましたけれども、えー、これは政府調査で、政府調査というのは常に控えめな数字が出ますから、これは私はすあのさらに推計して、そこから推計して、200万人以上ということを今言っております。まあ、ほんの言えばですねあの、500万人いるだろうと私は本当は思ってます。思ってますけれども、誰も多分信じてくれないので、ごくごく控えめに200万人という数を提出しております。 でこれをほっときますと、多分10年、20年後には1000万人超えるだろうと、私は本気で思っています。で、えっと、男性に多いって言われてますけれども、女性も結構いるんですよね、半々ぐらいいるかどうかは分かりませんけれども、女性の場合は、まあ、いわゆる就労しなくても家事手伝いとか、専業主婦とか、そういう別の役割面がありますので、えー、なかなかこう問題されにくいということがあってですね、えー、統計を取ってもなかなかこう男性ほどは、 数が増えないと言いますか、どの統計も大体男性が7割から8割という数になりやすいですけれども、女性はもっといるはずです。で、えー、ちょっと大事なことですけれども、どんな家庭のどんな子でも、誰でもいつからでも何歳からでも起こるのは引きこもりです。で、長期化しやすい。非常に長期化しやすいです。えー、この理由は簡単で、何もしなければ何も変わらないからです。 逆に言うと放っといても何ともならないってこといです。あのうつ病とかでもですね。半分は自然治癒すると言われています。50%は自然治癒するんです。非行に関してはですね。まあ、その疾病であれば、自然治癒に該当する現象がほとんど起こらないので、何も手をしなければ、まあ現状維持がずっと続いていくというふうになりやすいです。 えー、今日はその対応方針についてお話しするんですけれども、それをしなかった場合については、長、ま、期、あ、化するのが普通ですから,すから、えー、その違いをよく考えていただければと思います。で、長引いちゃったケースが、ですね自力だけで、個人だけの力でもう一回社会に出るってことはほとんど不可能です。えー、100%とは申ちません。まあ、何,何もとも、ね、100%はないですけれども、えーっと、ほとんど無理ですね。 私が知る限りでは、今までその当事者で自力で何とかしたという人はです、ね、えー、今まで3人しかいません。えー、でその 3, お3人の状況もちょっと特殊な状況がありますので、えー、典型例とは言い難いところもありますので、まあ、実質的にはほぼゼロだろうと考えたほうがいいと思います。えー、抜け出した方の条件で共通するものは1点だけあるんですけど、何かというと、あのどこかの時点で家族以外の 第三者が関わっていると。これです、えー。専門家でも、友達でも、恩師でも、知人でも構いません。とにかく家族以外の第三者の関わりということがないと難しいということを申し上げたいわけですね。はい、診断的には、まあ、いろいろありますけれども、この,辺はあのえー、っはごく簡単に済ませたいと思いますが、一番大事なのは統合失調症で、 えー、次が発達障害。どちらも誤診されやすいという意味で重要です。えー、特に引きこもっている人が頭合出張症と誤診されるのは非常に多いですね。実際にはこの病気、頭合出張症は今すごく減ってきているんですけれども、あのー、減ってきていると思いたくない人が、まあ、ただの引きこもっている人をですね、あのこれはあのー、症状が少ないタイプの頭合出張症に違いないと、えー、決めつけることがとても多いんで、大変困ります。 これは精神学の教科書にまだまあ引きこもりのんと載ってないことが大きいと思いますね。あの引きこもりというものが一方にあってもう一方にその部屋から出てこなくなってしまうタイプの統合者がいるんだというふうに鑑別できるようになっていただく必要があるだろうと思います。えー、発達障害に関しましては先 mentioned ご信じらいと,とても多いです。えー、ですのであのえー、っと厚労省の公式見解では。 まあ引きこもりの3割ぐらいは発達障害だという,ふうなデータが発表されていますけれども、3割はいくらんでも多すぎで、私の経験的な判断からすると1割前後というのが実感です。多めに見積もって1割前後という感じです。はい、で、これはあのー、引きこもりシステムの図式ですけれども、えっ、ー、と、これはですね、あのー、個人と 家族とと社会という3つのシステムを考えますえ通常はこの個人、家族、社会という3つのシステムがここに接点を持っていてこの接点を通じて互いにコミュニケーションし合って、えー、活動しているという状況があるわけなんですけれども、えー、一旦引き込みが起こってしまいますとこの接点が外れてバラバラになってしまいます、えー。個人と家族と社会がバラバラになります。 コミュニケーションがありませんで。何が問題かというと、この一旦バラバラになっている状態というのは非常に安定性が高いんです。えー、ちょっと頑張って、ね、接点回復をしようとしても、すぐ反作用が働いて、またバラバラに戻ってしまいます。えー、そのぐらい安定性が高い。なので、一旦このバラバラが生じてしまったら、相当意識して頑張らないと接点回復が難しいということになります。 私はあの、えー、と対話を重視している。特に本人と、まあ、家族の対話を重視しているのはそういう理由からです。接点を回復して、そ保っていかないと回復が起こしづらいというところですよね、えー。この安定性の高さはこの悪循環が一つの理由です。引きこもりが起こりますと、家族は不安、焦燥感にかられますが、 その不安焦燥感は本人に対する外出や就労圧力につながります。で、そういう圧力を受けた本人はますます不安になって引きこもってしまうと。家族としてはこの圧力かければ動くだろうと思ってね、動いちゃったケースはまあ病院来ませんから、そっちの方は分かりませんけれども、通常は圧がかかっても本人は動,動けるどころか、ますます不安になるだけなので、この悪循環がどんどん回っていくわけですね。ほとんどのご家族は一度はこの、 悪循環を不登校の場合なんかでも経験されていることだと思います。ですので、こういった悪循環が起こっているなと思ったときは、一旦それをやめるという選択を勇気を持ってしていただく必要があろうかと思います。はい。えー、これはですね、私は現在、引っこもっている人と向き合う基本的な姿勢です。えー、引っこもっている人というのはですね、たまたま困難な状況にある、まともな人であるという判断をしています。 えー、言い換えますと、本人の脳に発達の問題があるとか、認知の歪みがあるとか、もしくは、まあ、未成熟であるとか、あるいは何かこうつがあって、症状があるとかね、えー、自己中心的であるとか、そういったこの、えー、と本人要因をあまり考えないということです。本人要因をあまり考えないで、まあ、外的な要因を実施すると。で 本人はまと,もまともなんだけれども、周囲の状況が本人の動きを妨げているという発想で向き合う方がうまくいくということを申し上げたわけです。逆にですね、本人の問題に目を向けすぎるとですね、支援が失敗するというか、本人がついてきて,きてくれないこともまあまあ,ありますし、えー、あまりうまくいかないことが多いという印象があります。ですので、私はもう最近はずっとこの見方で対応をしております。 えー、ちなみにこの発想はですね、私個人のものじゃなくて、あるあの匿名の方から、多分当事者の方からあのツイッター経由でいただいた言葉がヒントになっています。えー、その方は今申しましたように当事者らしいんですけれども、あのー、たまたまですね、引きこもっちゃって、えー、家にいたんだそうですけれども、とにかく毎日親から説教されてつらいと、しんどいと。でその状況下で唯一救いだったのは、近所に住んでいるお友達が、まあ、幼なじに なじみの友達がいて、彼女が毎日散歩に付き合ってくれて、その時の姿勢がですね、あなたはいろいろうまくいってないけどまとまではねと言ってくる、そういう姿勢だったと言ってます。で、これは救いだったと書い,書いてくれました。それがヒントになって、こういうスタンスを思いつきました。えー、で、当事者はだいあの賛同してくれるところもありますので、えー、皆さんもぜひこういう見方を視野に入れてですね、それであの対応を考えていただきたいかなと。 言い方変えますとね、本人の争うしても始まりませんということです、えー。この人はこういう欠点と問題が山ほどあって、それを全部直さなきゃどうにもなりませんとかいうのは簡単ですよね。えー、支援者も周囲も責任を取らなくていいわけですからね、簡単ですけど、解決がかえって難しくなると思います。まあ、本人の問題、あえて目をつぶってとは言いませんけれども、そっちよりも先に外的な困難性の方に注目する方が まあ、うまくいくだろうということを申し上げたかったわけですね。えー、引き込み、出口ですけれどもね、あの出口というと、やはり就労、就学を考える方が多いと思いますけれども、えー、先ほど不登校のところに申しましたように、えー、そういった、まあ、ゴール主義は間違っていて、えー、やはりですね、まあ、良いプロセスを生け,けられるようにしていただくがまが、まあ、有効な支援なんだろうと思われます。 そのためにも目標としては自分自身を肯定的に受け入れ、まあ、主体的に振る舞えるようにするということがまあ大事になってくるかなと思います。これはですね、別に引き込み当事に入ったりじゃなくて我々自身も自分を肯定したりとか主体的に振る舞うということが目標になりうるわけで、まあ、より要するによりよく行きましょうということですよね。えー、そういうことをですね、まあ、家庭の中でまず目指していただくということが結果的にこういった就労就職といったおまけを またもたらしてくれる可能性があると、えー、いうことになります、えー、今申しましたように就労しのきというのは目標じゃなくてよりよく生きたよ、よりよく生きるプロセスについてくるおまけみたいなものですそういう意識でいてくれた方がですね多分支援もうまくいくと思いますのでそういう気持ちで考えていただきたいと思っております はいで、これはあの、引っ込み支援初段階です。えー、これはですね、あの4段階あるとなっておりまして、まあ、段階的に支援をするということが、まあ、これ、厚労省の、ね、ガイドラインの中に入っている、えー、図なんですけれども、えーまあ、段階的という発想は非常によくできてますので、まあ、取り上げておりますが、実はですね、この図自体はあの当事者から評判が良くないですね、あまり良くない。なぜだか分かりますでしょうか。 えと低めの人のね立場に立って考えられる人にとってはこの図がいかに良くないかは自明なんですけれども、えー、支援してるのがするとピンとこないかもしれませんね。えー、もったいぶらずに足りなくしますと、あのー、まさにこう4段階が問題なんですねつまり最初が一番低くて、えー、最後が一番高いっていうのはどういうことだとそういう話ですね社会参加している人はできた人より偉いのかという話になるわけです。 まあこういうところにも価値観が忍び込んでくるんだなと感心しましたけれどもね。えー、確かにその通りなんで、本当はこの図はだ階段上じゃなくてですね、まあ、5つの四角があって、えー、それをフローチャートみたいに結ぶというのが一番まあ、マシな図なんだろうと思いますけれども、とりあえずは今これしかありませんので、これに基づいてお話しします。えー、一番最初のニーズ、本人のニーズって何,何か分かりますでしょうか。最初のニーズはですね、 ほっといてくれてニーズですね。俺に構わないで構うなというニーズです。で、この状況下ではですね。あのまあ、病院来てくれませんので、えー、支援機関に来,来てくれませんので、えー、まずは親支援から始めます。親御さんの支援ですね。えー、何するか？というと、親御さんに対して様々なアドバイスをしてまあ、当事者との関係性を修復していただくということをこの段階で行います。 で、えー、ある程度関係性が良くなってくると、当事者のニーズが変わるんですね。どう変わるかというと、えー、実は苦しい、なんとかしてほしいと変わるわけです。で、えー、そうなったらですね、次は、あまあ、通院とか、通習を促してですねで、そこから先は個人療法、や支援が始まります。で、これがある程度進みますと、あの本人自身がですね、えー、まあ、仲間が欲しいと。 一人は辛いから仲間が欲しいというニーズが生まれてきます。そうしましたら、集団療法と称して、礼儀やたまり場、自助グループといった、まあ、同じこう引きこもり経験者の中に参加してもらってですね、そこで同世代の仲間と親密な関係を経験して,し,てしていただくという段階です。で、ここまで来ますとですね、その仲間同士で刺激し合って、自ずから社会参加の意欲が生まれてくることが多いので、我々は特に何も申さなくても、 だから先は、まあ、時期によりますけども就労したいという気持ちが出てくる。でそしたらソーシャルワークが就労就労,就労支援を利用してですね社会参加を促していくという段階になります。えー、大事なことはニーズが変わるということ、それからニーズが変わったらそれに合わせた支援をするということがこの段階の、まあ、ポイントとなります。 えっと、で、就労の意欲について考えてみたいと思いますね。なぜ若い人は働くのかということなんですけども、えっと、旧世代の働く動機っていうのは、ほとんど食べるためですよね。で、まあ、若者世代、どっから若者って言っていいか分かりませんけど、仮に40代以下としましょう。40代以下の世代は、この承認ために働く。他者からの承認ためです。承認というのは、まあ、尊敬されるともありますし、それから愛されるとかね。 それ結婚できるとか、えー、友達からの見捨てられないとかそういういろんなものが入ってきますけれどもそういうために働くことがとても多い食べるためにそっちがずっと強いと言っていいと思いますところが長く引き込っている人は欲望が低下しています欲望は気薄化しています承認欲求以前にですねそのもう食欲がないとかね性欲がないとかそういう人は珍しくない そういうレベルだとね、この承認欲求、芽生えようがないんで、当然就労意欲も湧いてきません。えー、っと、まずの欲求段階というのがあってですね、これはあの、えー、っと人間の欲求というのは、どんどん変わると。で、まずは一番下にその政治欲求があって、食欲、性欲、睡眠欲、いろいろあって、まあ、これをあの満たすと、えー、次にですね、安全を求める気持ち。えー、もうあの、 脅かされない居場所が欲しいという居場所欲求と言って決めてみますね。で、それができると今度はまあ、孤独を避けたい、仲間が欲しいという気持ち、関係欲求です。で、それが満たされると今度は承認欲求が生まれてくるというふうなことで、承認欲求が出てくるのは結構後なんですよね。で、イコールこれは就労動機ですから、就労動機芽生えて欲しいともし思うんだったら、や,やるべきことはもう一つで。 1>, 1から3までの欲求は家族が責任を持って満たしてあげること、これにつきます。私の対応方針はですね、よくその甘いとか、本人、甘やかしすぎるとか、おっしゃられたらたまに言いますけれども、えー、一応こういう理論的裏付けがあるということは、ぜひ知っておいていただきたいと思います。就労というのは自然な動機でなされる場合が一番続きますし、自然な就労動機はイコール承認欲求ですから、 それが芽生える環境を作っていただく必要があって、それがこの生理的欲求から安全欲求から関係欲求までの欲求ですね。ここまでが満たされて、やっと働いてみようという、働いて承認されたいという気持ちが芽生えてくるわけです。はい、これを簡単に言いますと、まず考えていただきたいことは、本人が安心して引き込まれる関係づくりとなります。安心、安全に引き込まれる関係づくり。 安心安全な学校環境が不登校を予防するように安心安全な家庭環境は引きこもり支援に不可欠なものと考えてください。引きこもっていても責められない、批判されない、叱られない、脅かされない、脅かされない、恫喝されない、そういう関係を作っていただきたいと思います。えー、っと、今までの話をちゃんと聞いてくださっていればですね、あのー、 いやなんでその引きこもり対策の講演会なのに安心して引きこもれる関係とか、まあ、ふざけんなという人はいないと思いますけれども、えー、ちゃんと聞いていなければ意外に思本もあるかもしれませんよねえっとまあこういう発想がなぜ逆説に聞こえるかというと多くの人は人を動かす時は相手を不安にしなければならないと思い込んでるからです、まあ、端的には子どもに勉強させるときに ちゃんと勉強しないと将来ホームレスになっちゃうよみたいなことを言う人までいますよね。要するに不安を煽れば人は動くという発想はそこでもう根付いちゃうわけです。えー、確かにそれに動く場合もなく,なくはないですけど、その動く場合っていうのは親子とか、えー、教師と生徒とか上司と部下とかうう非常に限定された関係性の場合のみであってですね、えー、不安で相手を動かす、動かそうとし大体失敗します。特に家族に関しては失敗します。 でもやっぱり人間はそう考えちゃうんで、えー、ついついその不安をあおることを言ってしまって、えーまあ、典型的には、あなたは今そんな気楽な生活してるけれども、親が死んだらどうするのとか言っちゃうわけですよね。それは有効な刺激になると思い込んで言ってるわけですが、多分そういうことを言ってる家庭は日本で何百万件ぐらいあると思いますね。何千万件かもしれません。で、大体失敗してるわけです。引き込み対応で、もう本当原則と言っていいかもしれないことは、 誰もが思いつきそうな対応は大体失敗するということです。えー、日本中で、まあ、100人中、えー、90人ぐらいが思いつきそうな発想は大体失敗します。今のその脅かして動かそうとするのもそうですね。はいなので、あのー、もうその逆を行く発想でやった方がうまくいくぐらいですね。そういった意味では、不安を煽っても引っ込みは変わらないんだということをここで繰り返し。 強調しておきたいいと思います、えー、ご両親の位置団結というのは、まあ、これは何、あのー、て言いますか、対応方針バラバラだとね、非常に効率が悪い。えー、一番多いのはやっぱりお母さんが一生懸命でお父さんが逃げ回っているというパターンですけれども、えー、これはですね、特に男子の場合、男の子の場合はですね、えー、と父親がロールモデルになりやすいので、あのー お父さんが逃げ回る姿を見ると、本人は、あ、人間というのは、肝心なところを逃げちゃっていいんだというふうなロールモデルを、まあ、えー、身につけてしまいますあの。基本的に子供というのは、親の言うことは聞きませんが、親の生き方を真似するものなんですよね。そういう仕組みになっています。ですので、えー、逃げる姿を見せることはあまり賢明ではないと私は思いますけれども、いかがでしょうか。 できればその辺の対応方針を揃えていただいた方が、やはり効率がいいということはあります。ただ前はですね、私もあの意見一致するためには、喧嘩してでもあの説得して,、ま、していきましょうみたいなことを言ってましたけれども、あまり有効じゃないことが分かってきましたので、最近はそれをやめてですねあの、対話してくださいと、対話です。対話というのは、合意する必要はない対話です。合意ではなくて なんで私とあなたはこんなに考え方が違うのかという違いを共有していただくための対話です。えー、こちらの方が結果的にはすり合わせがしやすいということもありますので、えー、そちらの方をまず試みていただければと思っています。はい。えー、っと、愛情よりも親切ってよくわからないって言われますけれども、愛情というのはまあ距離感の問題ですよね。 愛情は相手をできるだけそばに置きたい、引きつけたいという感情ですけれども、親切というのはあまり間合いを詰めずに相手を不愉快にさせないで置きましょうという配慮ですよね。で、引きこもり支援においては愛情はあまり当てにできませんけれども、親切は有効です。親から子への親切です。えー、おもてなしと言ってもいいかもしれません。なぜならば、あのこれ距離感の問題だからで、 適切な親子の距離というのは私がよく使う例えを使うとあのあれ大山さんの言葉ですけれどもあの今は自分のことを思わずに自分の友達の子ともを預かっているというふうに考えて対応していますという発言があって非常に感心しましたのでそれを使わせてもらってますけれどもまさにそのぐらいの距離感ですよね我が子と思うから、えー、強く批判したりとかあるいはそのこう心の中に土足で上がり込んじゃったりとか えー、できちゃいますけれども、これはの、お友達の子供と思ったらできませんよね、そういうことはね、放置もできないし、叱ることもできないし、えー、何かを強制したりて、押し付けたりもできませんし、えーまあ、そういった意味では親切にさせるしかない対象ですから、そういうつもりでやっていただきたいと思います。 いや親子のように水臭いじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、私が言っていることは、要するに親子であってもできるだけ水臭く親切にやってくださいという意味ですから、間違いではありません。で次に、需要の枠組みですね、枠組み。需要と言いますのはあのー、なんて言いますかね、えっと、20年ぐらい前まで全需要ブームという変なブームが日本を席巻していまして。 何かというところは、子供の言うことは全部受け入れましょうというね、そういうこう、何のエビデンスもないような、珍妙な学説が、いや、学説じゃ年ですみたいなもののとこれね、これが席巻しておりまして、で、結構な数の専門家がそれを信じてました。結果として、それは家庭内暴力を全部受けれるみたいな結果になっちゃってですね、それで、あの、殺しとか結構起こ、下のことも起こってます。 えー、繰り返しますが、全需要が有効というエビデンスは存在しないので、あの単にそれは、まあ、そういった指導者の憧れとか願望が反映されているに過ぎないんですけども、えーまあ、既にいろんな事件が起こってますので、間違いということは証明済みです、えー。需要には枠組みの設定が必要です。必ず枠をつけてください。枠はあの必,然必然ですよ。だって人間は寿命があるんですから。 この子の一生全部引き受けたいと思っても親が先に死ぬんですから無理ですよね、それは。そもそも枠はあるんです。あるんだったら、せめてコントロールできる枠を作りましょうっていう、そういう温当な提案です、これは。えー、で、まあ一番若い問題は金銭管理ですよね。あと暴力とね。えー、暴力はあと話しますけれども、金銭管理に関しましては、はい、これはですね、えー、引きこもっている方には必ず、まずお小遣いは、 上げてください大前提ですこれもあの日本中の人が思いつくの発想で、えー、お小遣いがなければ困って働き出すだろうと思う人がまあ何百万人かいるわけですよ。でみんな失敗するわけです。どう失敗するか。お小遣い上げないと上げない生活に適応しちゃって物を欲しがらない人になっちゃうんです。無欲な人。我々の一番苦手なのはこの無欲な人なんですよね。 それれに比べたらもう暴っってる人はずっと簡単です無欲は本当にあの難しいですアプローチが。えー、だって無欲ってことかで意欲もないってことですからね。物欲がないから意欲だけは満々って人はまあありえませんので、あのー、意欲と欲望は一緒ですから。で、えっと、つまりお小遣い上げない方針はそういった非常に困った状況を作っちゃいますので、それはやめていただいて。であの お小遣いは必ずあげると。ただし、あげ方はあります。お小遣いのあげ方は月給制一択です、えー。それしか選択肢はありません。月に給料日を決めて、その日に一定の額を渡し続けるというスタイルのみが正解です。あのー、根拠なしに言ってるわけじゃなくて、いろんなスタイルを見てきて、もうこれしかないという私の結論ですから。 これは個人的な見解でもありますので、もし皆さんの中に、そうじゃない方法でうまくいった、あるいはその方にこんな欠陥があるというご指摘があったら、謙虚に受け止めたいと思っておりますが、今のところ、そういう指摘を受けたことはまだありません。えー、一点悪という意味はですねあの、例えばその日にパチンコに行って全部吸っちゃったと、だから保持してくれと言われても、一切補充はしないと、えー。次の小遣い日まで待ちなさいねと言って、えー、補充はしないと。 そういう方針を意味しています。逆に言うと、いらないって子がいるんですよ。いらないって人がね。小遣いなんかいりませんっていう人がたまにいます。そういう人にも無理やりあげてほしいというふうに私は言ってるわけです。なぜならばお小遣いいらないっていうのは、さっきも触れたように、物欲がないという大変怖い、怖い状況の兆候だからです。必ずお小遣いはあげてください。いくらという疑問が湧いてきましたよね。 はい、えー、大体私たちの墓族会の平均額は2万3000円ぐらいとなっております。ちょっと少ないですかね、なぜならば、この2万3000円で、えー、交通費、通信費、服飾代、CD 代、本代、えー、散髪代、その他あの交際費、全部含めて2万3000円ですから、本当ギリギリぐらいだと思います。えーまあ、でもあの 一旦決めたらそれを守っていただきたいということですね。で、変える場合はもうちゃんと話し合いをして、なぜ、えー、変える必要があるのかということに対して本にちゃんと主張してもらった上でですね、変更するのはありですけれども、そういう枠組みは、まあ、欠かせないということを申しました。で、あの対話に関してなんですけどもね、対話をしていただきたいと思ってます。さっき私は非行にシステムを示したときに、 対話の欠如がバラバラの状態を安定させると言いましたけれども、えー、まさに対話こそがあの引きこもりシステムを元に戻す、えー、ほぼ唯一の方法なんですよねえー、っと対話の試みしないでもう変な業者に任せたりするのはくれぐれもやめていただきたいと思いますえー、っと最近私があのだいぶ批判しましたので、えー、一部の親御さんが厚にしがちな 無理やり引っ張り出してくる業者は減ったはずです。親、え、御、ー、さんはお困りかもしれません。私はこの手の業者が姿を現したら、直ちに SNS で炎上させて潰していくつもりですので、えー、すいませんが、ご了承願いたいと思っております。だってあれ犯罪ですからね、平たく言えば。えっと、人に任せる方針は大体本人を怒らせますので、親御さんが一旦引き受けるという覚悟を示す意味でも、対話の努力は必ずしていただきたいと思います。 ただし、えー、対話する場合は何が対話じゃないかを知っていただく必要がありますので、先にですね、対話ではないものをお示ししておきたいと思います。えー、対話ではないものは、ここに書きました。議論、説得、尋問、知った、激励、それとアドバイス。えー、これらは対話ではなくて、独り言です。モノローグです。モノローグ自体をこじらせますので、この議論と説得と 尋問と知ったりきれい、ちなみにあえ加えてアドバイス、えー、これは控えめにしていただいた方がいいと思います、えー。端的な理由は後ほども触れますけれどもね、第一の理由は対話ではないからです。対話する際にはですね、外出させたいとか仕事させたいとかいった下心は脇において対話に没頭していただくのがいいです。対話のプロセスですよね。繰り返しますが、プロセスに没頭していると結果は 後からついていきますこの方向ってすごく周りに、少し周りに見えるかもしれませんが、実は一番近道なんですよね。で目的は対応を続けること。相手を変える、何かを決める、結論を出すというのはあくまでも副産物だということですね。繰り返しますけれども。で対応と言いますのはです、ね、主観性の交換です。主観と主観の交換です。 本人の言ってることは主観的だけども、親が見てる視点は客観的というような見方を我々は取りません。という親,親子面接してますとね、本人がいろいろ喋った後で親御さんが、この子はこんなこと言っていますけれども、親から客観的に見るとこうなんですよとか言いたがりますけれども、我々はあえてそこでは、あ親御さんから見るとそう見えるんですねと返すようにしています。あなたも主観的ですよねと言ってるわけです、これはね。主観と主観の交換ですから。 どっちかが正しいとか、どっちかが客観性ということは忘れていただきたいと思います。それから多様性の尊重という点では、ポリフォーニーの重視。ポリフォーニーと言いますのは、さっきちょっと触れましたね、さっきね、違いを受け入れること、違う意見が共存すること。これポリフォーニーです。いろんな意見があっていうわけですよ。まとめる必要はない。本人で話し合うのは結構ですけど、本人が、いや、働きたくないとか、働くの不安とか言ったときに、いや、そんなことはないんだと。 働かざるものをくからずなんだみたいなことを言って、説得しようとする試みは大体失敗するわけですけど、それはポリフォニーじゃないからですね。ポリフォニーというのは、本人はいやちょっと働くの不安だし、働きたくないと言った,言ったとしたら、小山さんはまあ自分は働いてよかった面も多々あると思うと。えー、だからあの子供であるあなたには本当は働いてほしいと思っていると。でもあなたの気持ちも尊重してしたいとも思っているというふうな主観として述べていくと。 ということはありだということです。それがポリフォニーです。あのポリフォニーの対応はハーモニーなんですけどね、ハーモニーは危険なんですよね、非常にいろんな意味で。えー、意見が統一されすぎていて、まあ、その個人が抑圧されてしまう可能性がありますので、えー、ハーモニーにならずにポリフォニーを保つことを考えていただきたいと思っています。うん。はい。まあ、対話が大事と分かったと。 分かったけども、そもそも口聞いてもらえないんだと。姿を見せてこないんだという場合がありますよね。そういった場合、どうするかという話なんですけども、地道な働きからやっていただきたいと思います。まずは挨拶です。挨拶をまめにしていただきたい。えー、この挨拶をですね、えー、頻繁に、えー、することでですね、本人の気持ちをだんだんとこう、 てていっていいたただきたいと思っていますなぜならば挨拶というのは相手に対して悪意や敵意やその他悪い気持ちを持っていないというよ表明ですから本人から返事はないかもしれませんけれども続けていただきたいと思います。あと誘いかけとお願い事ですね。えー、誘いっていうのは、まあ、あの外出時があの、旅行行く時とか買い物行く時とか外食行く,行く時とか必ず一声かけていただきたいということです。 あなたたとと共に時間を過ごしたいというアピールですね本人はその非常にその自己否定的になっていてで親からも自分が否定的に見られることを恐れていますからそうじゃないことを知らせる意味でも誘うことを頻繁にするのは意味があります最初はもう、まあ、断られてばかりだと思いますけれども続ける意味がありますので頑張って継続していただきたいと思います、えー、次お願い事ですけれどもねこれはあのちょっとした家事ですね選択、えー、物の取り込みであるとか まあ、お風呂場の掃除であるとかですね、そういった小さいことを頼んでやってもらうと。えー、っと、これも誤解なきゃお願いしたいんですが、やってもらうことが目標じゃなくて、あのー、そのことを通じてコミュニケーションを持つことが目的ですから、やってくれたらちゃんときちんとお礼を言ってですね、で、また機会があったらお願いしたいというふうにつないでいただければいいわけです。それから本人はいろいろ訴えてきますけれども、訴えは、 遮らずにしっかりとと聞いていいいてたただきたいと思います、えー、よくね、その恨みちらにぶつけられて、弁解したり、逆ギレしたり、自己弁護したりする人いますけれども、それやっちゃうとですね、あのなかなかこうちゃんと聞いてもらえた感じがしなくて、延々と続いてしまう場合がありますから、まずは虚心坦懐に受け止めるところから、スタートしていただきたいと思います。 で今日申し上げている対話のポイントはですね、このオープンダイアロムというフィンランド初の、えー、ケアの技法からの発想です。えー、この手法はですね、そのこの鳥によって地方で統合失調症のケアに対話を使ったということで有名になっています。統合失調症のケアを対話のみで成功させているというね、驚くべき事態がこのフィンランドは起こっていたということですね。 で我々も10年ぐらい前からね、この実践を取り入れてますけれども、あのー、これは事実なんですよね。実際に対話のみで、まあ、統合失調症の人の現状や妄想が消えていくんです、えーまああの。やってみて非常に驚かされますけれどもね、でもこれはフィンランドは30年前からこれ実践していたということで、非常に頭が下がりますけれども、いかに対話に力があるかと、統合失調症という一番話が通じなそうな、一番症状が激しそうな、 そういう病気に対して、対話で介入して、まあ、回復したという事実はそのく重くてですね。要するに、対話というのはそれだけの力を持っていて、応用範囲はかなり広いかもしれないと,ということです。そういった意味で、まあ、実際、引きこもりの方にも対話というのは有効ですから、ぜひ考えていただきたいと思いますが、ヒントかもしれないことを言って申し上げておくと、我々がですね、今、引きこもり事例で、対話の心をいっぱいやってますけれども、 一番変化が起こりにくいのは、親御さんが自分の価値観にしがみついているケース。もちろん、親御さんも参加してもらうんですけれども、なかなか答えを進めていっても、ですね、親御さんは反省するどころか、自分の主張にしがみつくというケースが多くてですね、このケースはなかなか変わらないです。なぜならば、変化というのは全員に起こらなきゃ意味がないんですね。我々も変わらなきゃならないけど、本人だけじゃなくて、親御さんにも変化を波及しないと。 意味がないという発想もあるわけですよね。えー、そういった意味では、親御さんが自分だけは変わるまいと思い込むことは百害あって、一になしですから、もし自分の中に変化の芽生えがあったら、大事に育んでいただきたいと思います。えっ、ー、と、経緯はちょっと飛ばしまして、まあ、これはあのセクラという中心人物の、この人が単独で、 えー、オープンダイロンを作ったわけじゃないんですけれども、まあ、ずっと理論的指導者でありますので、彼の本を2冊紹介しておきます。どちらも教授ですけどね、最初の本がオープンダイロン、えー。2冊目の本は、開かれた対応と未来というタイトルで、こちら私が開約しております。えー、それから私はあの2015年に出した入門書、オープンダイロンとは何かという本がありまして、これは小林さん広く読まれてますけれども、えーと、中身はですね、解説が半分と、それからこの世紀からさんの論文三本の翻訳が載っています。 はいえー、とすみません、この辺はちょっと走らせていただきますね。はいえー、これはですね、非常に当事者の方が自分がオープンダイアムを受けた経験をですね、えーまあ、自分が作った新聞に掲載しましたので、えー、でそれはとてもいい文章だったので、一部引用します。 説得では結論が先行している結論が先行しているならば引きこもり当事者は何を言ってもモノロームになってしまうワイとの会話を壁と話しているように私が感じたのは昔方や結論が先にあることから生じる無力感が原因だったこのようにただ一つの結論や答えに収束させようとする閉じていく会話では当事者の主体性や自発性は生まれない むしろ当事者を無力にする。働けという引き込みに説得してもらうのは、指示や説教が当事者の力を奪うからだとあります。えー、これは名言でありましてですね、あのなんで指示や説教は悪いんだけど、それの理由なん、なんで悪いんだろうということに関する、とても明晰な説明になっています。えー、指示や説教、えー、ついでには議論と、 説得と、それからアドバイス、えー。これらは当事者の力を奪ってしまい、当事者がその先のプロセスを自分の足で歩むという、そういう過程を、まあ、奪ってしまうという可能性があります。ですので、えー、っと、モノログは控えましょうというふうな話でもあるんですよね。で、再び。 まあ、再びポリフォニア重要性がここで書かれてますけれども、えーっ,とえー、っと、暴力の基本的な姿勢は徹底拒否であります。えー、っと、要するに暴力を受けたくないというね、そういうことをきちんと、えー、主張していただきたいという,いうことです。あのー、日本においてはですね、親密権の暴力に関しては人々が異常に寛容なので大変困るんですけれども、基本的人権の一つは、 人間は暴力を受けない権利があるというものです、えー。その権利をぜひ行使していただきたいと思います。それは相手が親であっても、相手が子であっても一緒です。えー、暴力を受けるいわれも意味も何一つありませんので、きちんと拒否をしていただきたいと思います。えー、この点が過去あまりにも言われ,言われてなかったんですよね、えー。ここから親の暴力に関しては、親の責任があるから甘んじましょうみたいな。 意味の分からない建設がまかり通っていて、非常に困ったんですけれども、えー、今こうやってまともなことが言えるになったのは非常に喜ばしいと私は感じています。えー、当然ですが、力で抑え込むことは暴力の肯定ですから、よくありませんね。これもぜひやめていただきたいと思います。で、対応の基本は一つはですね、その刺激をしないということです。 えっと、刺激をして怒る暴力が結構ありますね。皮肉とか闇とか、否定的な言動で暴力が起こっている場合が結構ありますで。そういった場合は、まあ、まずやめることですよ、それをね。一番簡単です。でそれをやめて本人からの言葉に耳を傾ける。それから暴力の背景にある辛さ、悲しさを理解しましょうということが、この場合の条件になります。で暴力は 嫌だところをちゃんと伝えていただきたいと思います。えー、っと、ダメじゃありませんよ。ダメじゃなくて、嫌と言っていただきたいんです。ダメと嫌は180度と言っ,てくい言っていくらい違う言葉ですから、どう違うかは皆さんご自分で考えていただきたいと思いますけれども、ダメという言葉は全く無効で、嫌という言葉は時に有効です。えー、他人の前では起こらないのが勝手ない暴力です。ですから、しょっちゅういろんな業者さんとか、 専門家が家に出入りする状況を作れれば、別に本人に会ってもらわなくてもいいんですけれども、暴力は非常に起こりにくくなります。例えば、物を壊すことがありますよね。物が壊れたときはあの、よく見せしめで放置とか言う人いますけれども、これは破れ間取り論じゃありませんけれども、次の暴力をすぐ誘発しますので、直ちに業者を呼んで修復していただきたいと思います。 えー、これはあのご本人が暴れて物を壊すと他人が家に入ってくるんだということで、控えるような効果を期待しています。あと後、あとでライフプランについて話し合うためにも、ファイナンシャルプランナーに家に来てもらって、それであのみんなで話をするということもありですね。えー、次は予告です。暴力対応は基本的に非難か通報しかないんですけども、これはあのいきなりやるんじゃなくて、次に起きたときは、 こうしますということをちゃんと予告しておいていただきたいと思います。えー、これも抑止効果が高いです、す実際起こった場合は、まあ、通報していただいて構いませんが、あのこの絵では警官が来ているのに暴力まで振るってますけど、これは滅多にないことで、警官が来る頃には大体暴力が収まってます。なので、あの何もしないで帰っちゃいますけれども、それでいいんですね。えー、要するに、暴れれば警察が来ると。 えー、他人が来ると思っていただくことが重要ですから。えー、避難の方はですね、まああの、さほどひどくないけど非常に嫌なタイプの暴力が続いているようなあ、そういった場合に避難を考えていただいてもいいと思います。えっと、暴力があった当日に、えー、避難をすると。で避難をしたすぐ電話を入れると。電話を入れたときに何を言うかといったら、 暴力が嫌だから逃げたけれども、あなたから逃げたわけではないということを伝えていただくと。で、あとは毎日電話するということが大事です。1、えー、週間ほどすると完全に落ち着きますから、その頃に一時帰宅をします。一時帰宅をするのは暴力が再発しないかどうか見極めるためですけれども、大体もう怒らなくなってますから、1、2回繰り返したらもうあの、ちゃんと帰るというふうにして構いません。えっと、すぐ帰りすぎるとね、 再発しいいいまますすから1週間程度空けた方がいいと思います、えー、っと今申し上げたような対応法で、ほとんど全ての家庭暴力は対応できます。私自身もこの方法しか使ってませんので、ぜひ参考にしていただければと思います。支援の方も家族、当事者の方もね。えー、この暴力の話し,した理由は、暴力があると対応ができないんですよね。対応するためには、まず暴力をやめてもらう必要がある。で、暴力をやめてもらうのは割と簡単だということもあります。 ことがありますので、えー、すぐ入院とか考えないで、えー、まずはお家でできることをやってみていただきたいと思います。入院させちゃった場合はですね、後々非常に重い後遺症に起こることがありますので、えー、ちょっとお勧めできません。えー、よっぽどあのこうやった作用を全部やったけど全然うまくいかないとか、そういったは別ですけれどもね、あのーえー、勝手な暴力に対する入院治療っていうのは大体失敗しますので、えー、あまりお勧めしたくないと。 ということを申し上げておきます、えー、ライフプランと申しますのは、まさに親なき後を見据えた対応方針です。これからどの自治体でも8050どころか9060的な問題がどんどん増えていってで、最終的には親が亡くなった後の孤立した本人をどう支えるかみたいな話が出てくると思います。もちろん自治体1つで支えきれるとは思えませんので、20年後ぐらいには孤独死が。 非常に増えているという嫌な予測がありますけれども、えー、それを避けるためには、親御さんが元気なうちに、しっかりちょっとライフプランを考えていただく必要がある。この場合は、親なきゃ後を見せたライフプランという意味ですね。えー、老後の生活資金とか、まあ、労務を子供にかけるお金、介護問題、相続問題、えー、死亡問題等を踏まえて、えー、これはもう素人無理ですから、えー、プロのファイナンシャルプランを呼んでですね、相、え、談、ー、していただきたいと思います。できれば本に交えてですね。 でまあ、あの資産を増やすのではなくて、できるだけ今ある質問を生かして、えー、生存可能性を高めるという意味では、リバースモーゲージとか、確定拠出年金といった年金制度を利用したりとか、あるいは遺言書の書き方を工夫するとか、いろんな方法で、まあ、本人がサバイバルしていくに助けられます。えー、そういったことを、まあ、できるだけ早い段階で考えていただくことをお勧めしたいと思っております。 最後にですね、いただいた質問の中に一つあったのが、そのえー、と支援、訪問支援に関するご質問いただきましたけれども、えー、と訪問支援は、えっ、ー、と、親御さんの関係修復と並行してやっていただく必要があると思います。えっ、ー、と、それな,きなしでですね、訪問だけに任されてしまうと、その訪問が大体失敗しますので、あの半分は親御さんのためにやると。で、親御さんと本人の関係修復を目指してやっていただくということが、 非常に重要で、えーまあ、本人が会いたがらないときは無理に会わないとか、できるだけ本人の尊厳とか権利を尊重した訪問をしていただいたほうがいいと思いますし、それからやっぱり訪問する側というのは、多かれ少なかれ親衆的な声をしているわけですから、そういった意味でもですね、まあ、あの訪問させていただくという姿勢をぜひ忘れずにやっていただければ、まあ、本人はそれで傷ついて、かえって、その戸達の親に行くということは減らせると思いますので、そういったご配慮をお願いできればと思っています。 はい、以上で時間となりました。では私の声は一旦これで終わりにします。ご清聴ありがとうございました。はい、それでは、えー、記念講演会の第二部としまして、ただいより質疑応答に入りたいと思います。えー、司会進行は、西尾市子ども若者総合相談センター、えー、コンパスの施設長を務めております。私、内田が務めさせていただきます。よろしくお願いします。 まず第2部なんですけども、え事前にあの皆様からアンケートであの質問じ、頂い,いております、質問事項をもとに進めさせていただきたいと思っております。その後、ですねあの時間の許す限りとはなりますが、えっと、会場の皆様、また、ズームからご参加の皆様からのですね質問を受け付けたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、え1つ目の質問になります。 本人が自暴自棄になっているとき、えー、どうすればよいでしょうかという質問でございます。斉藤先生お願いいたします、はいえー、自暴自棄といってもいろんなパターンがありますのです、ね、私がイメージする自暴自棄に関してのお話をしたいと思いますけれども、引きこもっている方はです、ねあのー、よく自分自身に対する否定,否定的な見方をもうすることが非常に多いですね、えー。自分はもう生きる価値がないとか あ死んだ方がいいとかそういうことを言ってですね、周、え、囲、ーまあ、を振り、まあ、悩ませると言いますかねあの。で、問題はですね、それを直に否定しても、まあ、それは本人にここに届かないということですね。えー、つまり、自分が価値がないと言っている人に、あなたは非常にあの素晴らしい人が価値があるんだと言ったとしてもですね、えー、逆にそれは怒られちゃうと,ということが非常に多いんです。そういう反応を避けるという意味でも、えー、っと、 まあ、あのアイメッセージを使うことがよく多いですね。アイメッセージと言いますのはごじ、えー、ご存知かもしれませんけれども、私はこう思うという言い方をアイメッセージと言いますけれども、えー、本人が自,自己否定的なことをおっしゃっているときでも、えー、私はそれに同意できないと。私はあなたはそういうこういうところに魅力を感じているし、こういうところは素晴らしかったと思うというふうなことを、私は思うというスタイルでいうことに関しては、これは反論ができませんので、そういう形でこう本人の肯定的なことを伝えていくと。 いいうこととが一つの方法かなと思っています、うん、小学校1年生で学校が怖いと言って行きにくくなりました休ませたり授業も付き添う母子登校をしたりしていますが先が見えず不安です子どもは繊細さんと言われ母子分離不安なのだと思います学校とは話していますが 今後どう関わって対応したらいいか、アドバイスいただけたらと思います。よろししくお願いします小学校1年の不登校と、まあ、春季以降の不登校では、多少タイプが違うかもしれないとは思いますけれども、えー、おっしゃる通り母子分離不安という、いさこれはちょっと古いセオリーですけれども、えー、そういったものに基づく、えー、と不登校なのかもしれないなという気はいたしますが。 えー、いずれにしてもですね、今のスタイルでの登校支援を継続,継続することには意味があると思います、えー。すぐにはどうも変わらないかもしれませんし、それは期待すべきでもありませんけれども、えー、本人は大事にされているという感じを持つためにもですね、今のスタイルの支援はもう少し続けていただきたいかなと思うのと、それ学校以外の場面で親子で楽しむシーンをもっと増やしていただくことが大事かと思います。登校支援に重要なことは、 まあ、子どもが学校では元気になれないわけですから、家にいるときに、家の中でできるだけ元気に楽しく過ごせることが非常に大きな目標になります。えー、そういった意味で、まあ、家庭内でお子さんが元気に過ごせるということを、えー、これにプラスしてです、ね、考えていただくことが大事かなと思いました。以上です。ありがとうございます。では、続きまして、3つ目の質問に入ります、えー。息子が学校に行けなくなって、えー、3年半。 になります。現在、中学校2年生の男の子です。小学校までは地頭で勉強もできていたのですが、最近は勉強に全くついていけず、家で勉強もほとんどしません。えー、歩み学級、適応指導教室ですね。適応指導教室や、夕方に学校も毎日ではありませんが、行っています。どうしたら、 勉強を家でできるようになりますかお願いいたします一般論ですけれども、えー、不登校状況の方が家で勉強することはほとんど無理です、えー、不登校という状況のストレスが強すぎてですね勉強に集中できる方がむしろ不自然です、えー、ということはこのお子さんに関しては勉強にして勉強て勉強してもらうことはとりあえず二の次にしていただいて えどういった場所でですね、その社会性とか、そういった場所を確保するのかってことを先に考えていた方がいいだろうと思います。えー、今の中学に行けない理由が勉強なのか、あるいは本には言ってないけれども、いじめなのか、教師のハラスメントなのか、それに関してもしっかりと踏まえた上でですね、えー、学,校のね学校のような社会性を育める場所をどこに確保するかがまず重要で、 えー、それなしの状態で勉強だけできることはほぼ無理ですからあの順番に考えていただく必要があろうかと思います。まあ、今適応資料教室にいけてるそうですからその日数を増やすもしくは掛け持ちで他の,よう他のそういうあの 同世代のことを交える場所にもう一箇所行っていただくとか、そういうフリースクールでもいいと思いますけれども、まずそういった場所の覚悟を優先していただいて、えー、先ほど申しましたように、そういう中でまず元気を回復していただくことが最優先で、えー、勉強だけできるようにする方法はないと思います。以上です。ありがとうございます。はい。では、4つ目の質問に入りたいと思います。えー 本人の精神的ショックを踏まえて病院、病院へ行く必要性は、また、子ども精神科の予約が取れない現状はこのままでしょうかという質問です。お願いします。はいえー、とこれは当事者の方の年齢がわからないので、えーと、簡単に答えづらいところもあるんですけれども、えーとまあ、子ども精神科とおっしゃることは、要するに18歳以下と。 いうことなのかなと思いますけれども、えーまあ、あの病院の場所に関しては、先ほど言いましたように、病院っていう場所が本当にご本人に対応できる場所なのかどうかということを、まず、親御さんが調べてから、えー、行っていただく必要があろうかと思います。えー、小児専門、新規専門とうっていても、行ってみたら非常に、まあ、不適切な対応されたということはよく聞きますので、繰り返しますけれども、いきなりご本人を連れていくことは、どういう場面でもお勧めはしません。 まずは大山さんが相談に行ってみて、それであの、えー、受け入れてくれそうかどうかというところも考えていただく必要があろうかと思います。で、小児専門の病院は非常に少ないんですよね。えー、これはあの日本の大学教育制度の中で、まあ、春期青年期専門医というものが存在しない状況、存在はするけれども、その学会資格で学会資格を持った人ですら数百人しかいないという現状がありまして、非常にこれは、あの、 受け皿が小さい。ということで、どこも約満杯で、取っ,たも取っては見たものの一年先とかそういうことはざらにあります。ただしですね、一方で、専門は標榜していないけれども、ちゃんと対応できるところも結構あります。えー、その、どういった場所か、ここでこういう場所ですからお話できませんけれども、あのー、標榜していない専門家の存在を、何とか探し当てていただいて、それでですね、そういった病院に、まあ、変えるような道を作っていただくと。 えっとまあ、どうやって探すかなんですけれども、一番いいのは家族会だと思います。不登校とかの家族会に参加していただいて、家族会内で情報を獲得して、その情報に基づいて、ですねそういった、標榜はしていないけれども、対応してくる専門を探すというところがまず大事かと思います。1つの参考に申し上げるんですけれども、できればですねあの家族相談を受けてくれるところがいいと思います。 家族さんを受け,受けないところも結構多いんですけども、た、えと、ー、え自費でもですね、家族さんを受けるところというのは結構腹が据わってますので、えー、子供の相談でもちゃんと応じてくれるところが多いと思います。えー、ですので、そこの病院が家族のみの相談でもある程度は受け止めてくれるところがどうかということも参考に調べてみていただくのがいいと思います。とりあえず以上です。ありがとうございます。次の質問に移ります。 え身近に鬱で引きこもっている知人がいます。約束をしても気分が優れないという理由で、多くの場合、ドタキャンになってしまいます。頑張れと言って、手を引っ張る方がいいのか、自発的に出てきてもらうまで待つ方がいいのか、迷いますが、斉藤先生ならどうしますかお願いします。はいえー、っとですね、あのー、 まあ、うつの方に激励は禁止という、まあ、ルールはこの場合は適用できると思います。えー、つまりあの、医療者がうつの患者に向かって一緒に治療を頑張りましょうと励ますのはこれはありなんですけど、えー、そこまでの関わり持てない人がただ頑張るというのはこれは反則でやってはいけないことです、えー。むしろ頑張りすぎて倒れちゃってる人ですから、あのそういう人にますます圧を えかけてしまいますので、こういった方向性の激励は私は好ましくないと思っておりますので、まあ、やめた方がよろしいかと思いますね。えー、まあ、ご家族とかではないなさそうですので、この立場で関わるとしたらどう関わるのかってご質問なんですけれども、私であればまあ、ともかく本人が孤立感を感じないように、えー、そういう配慮でまあ、定期的に連絡を取るという関わりを続けると思います。 もちろん、あのまあ、今コロナ禍でね、そんな頻繁に会えないかもしれませんけれども、えーまあ、会食に誘い,誘い出したいとかですね、えーまあ、状況が許せば飲み会でもいいと思いますけれども、そういった接点を持ち続けること、えー、そのぐらいの関わりが非常に大きな支えになると思いますので、えー、治療に励ましたりとかですね、あの何かこうつを治してやろうとか、そういう関わりをするよりは、あなたは一人ではないと、誰も見捨てていないと。 いうことを伝えるだけの接点を保っていただくことが大事かなと思います。別の一番のリスクはあの自殺ですから、えーっと、自殺の一番のリスクは孤立ですから、えー、孤立を防ぐことが非常に大きな意味を持つという前提でできることをやっていただければと思います。以上です。ありがとうございます。それでは続いてです。えー、小学校6年生の娘が2年前から 学校に行くしぶり、行きしぶりを経て、去年の10月から完全に不登校です。最近まで腹痛、心因性、頻尿などの症状を訴えていましたが、ここ1ヶ月くらいは落ち着いてきたようです。ゲームばかりしていますが、時々お手伝いなどをしてくれます。さらに、他のことへ関心を持ってくれたらと思いますが、まだ早いでしょうか かけるならどんな言葉かけがいいのか教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。えー、久しぶりが続いた後で心身症状が出てきて、えー、完全に不登校になっているという経緯を見ますと、学校側の環境に要因はなかったんだろうか、という懸念がどうしても湧いてきてしまいますね。 えー、特に小6となると、春季も女子は入っちゃいますので、えー、春季以降のお子さんというのは、原因があっても親に気を使って、えー、それを言わないということもありますので、えー、そういったことを避けるという意味でも、ですね、あのーまあ、もし機会があれば、どういう理由でですねそういうふうになっているのかということについて聞いてみるのも、えー、ありかなと思います。えー、っとお、えー、まああのー まあどういう声を上げるかというご質問ですけれども、これは同じことになっちゃいますけれども、家の中でゲームができているということですが、えー、そういった意味ではあのー、ご家族と一緒に楽しむということもぜひ、そこに加えていっていただければなというふうに思います。えー、その時はですね、そは、何かをさせようという試みではなくて、えー、親御さんがごこ,こに誘うということをです、ね、やってみていただく方がよろしかと思います。 えー、一緒に、一緒にやることが重要で、あの、えっ、ー、と、新しい趣味を見つけさせるとかですね、違う楽しみを、えー、促すとか、促しとかですね、そういう方向性はあまりうまくいかないことが多いと思いますので、えー、まああの、誘いかけで、新しい楽しみを一緒に経験してもらうという方がいいんじゃないかと思いました。以上です。えー、次です。小学校3年生から、 中学校3年生まで、不登校で現在は16歳。えー、高校に進学せずに家にいます。毎日、えー、パソコンでゲームなどをしています。パソコンは自分で組み立てたものを使っています。最近は家の中や庭までは出ますが、それ以外外にはほとんど出かけません。家族、いとこなどとは笑って話します。 今後どういった支援ができるか教えてください。よろししくお願いします、はいえー、小中と不登校で、まあ、高校には行かずにとどまっているということですね。で、えーっと、幸いにしてご家族との対話ができるということ、えー、それから趣味があって楽しめているということ、これすごく素晴らしいことなんで、えー、これらのことの価値をですね あままり下に見ない低く見なないでいいいい低くでたただきたいと思います、えっと、多くの場合は、まあ、だんだんと家族と対話が減っていって、まあ、部屋にこもりきりで、えー、出てこない顔を見せないということが起こりやすい状況でもありますしまあ、して、ね、親戚の方にあったりするのはもっと避けるようになってしまうことがよくありますので、えー、こういった状況はあのそこに至らずに済んだというのはある程度お嫁さんの対話が成功している証拠と私は思っています。 で、えっと、あの、悪い引き込み方をした場合は、趣味やゲームに没頭することもできなくなってしまうことが多いんですけれども、それができていると。えっ、ー、パソコンの,組み,立ての組み立てのような趣味があるということは非常に素晴らしいと思いますので、えー、そういった場面での接点をもうより多く持つことができるんじゃないかと思っています。ゲームとかパソコンとか言うと、お山さんは敬遠しがしきですけれども、今お子さん16歳ということは、 そしたら30代かもしれないという可能性も30代か40代と思われますので、もう,今もう,もうゲームやパソコン苦手とかいう年齢もないですよね、えー。一緒に楽しんで全然 OK だと思いますので、あのそういうこともぜひやっていただきたいと思っております。で まあ、対応はそれ十分と私は思いますし、まあ、いとこの方やです、ね、一緒の外出ができるのであれば、社会参加の神経はそこから十分に受けてますので、さらに促す必要はないと思いますけれども、どうしても心配ということでしたら、お山さんだけでですねあの、えー、っと専門家に相談に行って、ですねそれであのアドバイスをもらうということもやってもいいと思いますが、ただ現状ですごくですね本人との関係性がこじれているとか、えー、そのせいで、 トラブルが起こっているとかいうわけじゃなさそうですので、えー、急いでいく必要はないだろうと思います。えー、現状維持、今の良い関係を保ちながら、えー、よりあのプラスアルファの方向性、えー、外,外向きの方向性をいろいろ考えていくということで、全然構わないと思います。ですので、あのまあ、家の中の楽しみはさっき触れましたけれども、一緒の旅行とか外食とか、えーまあ、外出の,あの機会はまだ少ないようですから、家族と一緒であれば、 当然できるという人はいますし、近所は外出できないけれども、海外へ行けるという人もいますから、この状況下で、コロナ禍でなかなかそういう、あのー、東電が難しいという状況はあって、残念なんですけれども、もうちょっとこれも収まってきたら、ですねそういったことも考えてみていただきたいと思っています。外向きの活動が増えれば増えるほど、そこからさらにまた社会参加の,活動あの刺激を受けることができますので、えー、状況を見ながらそういったことも、えー、考えていっていただきたいなと思いました。以上です ありがとうございます。続いてです。家庭の中で折り合いがついても、周囲の善意の声かけや関わりが逆に苦しくなるとき、善意を傷つけず、どのように関わってほしいのかをどうやって伝えたらいいか、いい案があれば教えてほしいです。また、そういった本人や家族への関わり方についても学びたいです。 ということですよろしくお願いしますえっと立場がよくわからない気もするんですが家庭外の方が、えー、本人にかかりたい場合の心得というふうに解釈をして、えー、答えさせていただこうと思いますえー、っと先冒頭のご質問もありましたように引きこもっている方は自分には価値がないとか、えー、自分のことが嫌いであるとかそういったような思いを抱えている人がほとんどなので あの善意単純な善意だけではは、まあ、弾かれてしまうということは起こりやすいと思います。えー、と言いますのは引っこもっている人はそういう自分に価値があると思えないがためにですねあの今まで付き合ってきた人も、まあ、自分から遠ざけてしまうと、ね、誘われても会わないとか、えーまあ、あの拒否ばかりしているのでだんだんみんな、えー、遠ざかってしまって、まあ、孤立していくということがしばしば起こるわけなんですけれどもまあ えー、そういった善意を持った人に対してもそういう触れ,触れ方、接し方をすることが多いので、まあ、そういうふうになりやすいんだろうなと思います。えっと、一つ言うことはですね、あのなんて言いますかね、よくしてやろうとかあの、支援してやろうとか思って近づくと大体警戒されるということです。えー、これはあのもう法則性があると言ってもいいくらいのことなんで、えー、そういう意図はあまり前面に出さない方がいいだろうと思います。 全面に出しただけで、あの、忌み嫌われてしまうということがありえますのでね、そ、えー、こらは慎重にやっていただきたい。えー、っと、ちょっと立場がよくわからないんですが、ご本人、えー、っと、親御さんを介さずに、ご本人、会えるという立場の方なのかどうか、それも気になるんですけれども、もし会える立場としたら、今申し上げたように、そういったあの支援とか、何かそういった、こう、つまりですね、ご本人は、その支援者のことを、 結構ひんあの、敏感にこう上から目線と感じやすいという傾向があって、えー、自分はそんな支援されるような惨めな立場ではないというふうな思いがとても強いので、えー、そこら辺に配慮した関わりを持っていただかないと失敗するというふうに私は考えています。えー、ですので、まあ、あくまでもフラットな関係性で、つまり対等な関係性で、関わりを続けると。だから理想的には、先ほどちょっと触れましたけども、あの えっと、まあ、困難な状況にあるまともな人というヒントを与えてくれた人のように、あの、毎日散歩に付き合ってくれてるんだけども、その時のスタンスが、まあ、あなたまともだよねというスタンスで付き合ってくれたと。で、あの、説教もアドバイスも一切なかったというスタイルの付き合い方。これができれば一番理想です。つまり、あの、あなたを助けたいからかかってるんじゃなくて、あなたは人間に興味があるから会いに来てますよっていうスタイルでずっと、 あの頻繁じゃなくてもいいですけど、まあ、月に一遍とか、そのぐらいの頻度で会えればですね、それは長期的に見て非常に大きな支えに間違いなくなると思います。ただ、それをできるようになるまでに、非常に多くの、まあ、拒否とか、えー、否定とかに出会わなきゃならなくて、それはあのやるほうも相当くたびれたり、傷ついたりしますから、あのー、そこを飲み込んだ上でで、まあ、関われるんであれば、ぜひお願いしたいというのが私の考えで。あのそれは それちょっと耐えられないと思うんでしたら、まあ,あの、まあ、なんて言いますかね、こう遠巻きに眺めるぐらいにとどめるのがベストかもしれません。以上です。ありがとうございます。続いてです。えー、息子、過去、次男さんが引きこもりが15年近くになっております。引きこもりに慣れてしまい、復活できないということはありますか 現在、本人の自主性を重んじております。はい。えー、っと、引き込みになれることがあればどんなにいいかと私は思っています。えー、引き込みになれることはないです。ほぼないです。引き込みになれることがあると思っている人ほど、引き込み状態を楽園と呼びたがるんですよね。えー、何もしないで、親が出すご飯だけ食べてればいいんだから、 楽園だよねというふうなことを言いたがる人があまりにも多いんで、びっくりしてますけれども、えー、最近のコロナ禍で一つの教訓としては、まあ、もう一昨年ですね、あの2020年の4月、5月は、日本中が割と引きこもり生活になったと思いますけれども、その時に、皆さんは楽しかったですかと、楽園でしたかということをご自分に問うていただきたいと思います。まあ、そう答える人は少数派であろうと思いますけれどもね。 引き込み生活は基本的に苦しい、きついもんなんです。で、必死でそれをごまかしながら暮らしているってことが大半で、慣れて楽になるとか、そういうことはまあ、起こり得ません、原理的に。えー、慣れたように見えることよくあります。慣れたように見えるのは、本人のお前さんへの気遣いですから、それになれないでいただきたいと思います。え親、ー、御さんにそう見せているだけですからね、それはね。えー、っと、 実践に任せるって言葉が引っかかったんですね。実践に任せるって言葉が私はしばしば法治法人に聞こえてしまうんで、違っていたら申し訳ないんですけども、そうじゃないことによりますけれども、もしそうであったらそれは間違った方法ですので、えー、見直していただきたいかなと思います。えー、私が一貫して申し上げたいことは、とにかく対話してくださいと。これにつきます。日々、毎日、そうですね、具体的な資金が欲しいんでしたら、 30分以上の対応していただくのが目標です。これ、すごいハード高いと思いますよ。30分っ相当長いですからね。えー、まあ、30分が無理なら10分でもいいです。とりあえず、日々、対応ができる環境を作っていただく。えー、これが一番重要で、えー、まずはそこを目指して、一理ずかですけども、そこを目指していただきたいと思っています。これは自主性を尊重しつつも、対話は十分できますので、あのー、 対話する関係をいろんな工夫をししてて構築していいたただきたいと思っています工夫と申しますのは、さっきちょっと触れましたけども、挨拶以外にあの手この手で誘いかけをしてみる。それからもう一つは、まあ、いろいろ口実を作ってお手伝いをお願いしてみる。えー、これも工夫です。そうやってとにかく本人に関わりを持ってほしいんですよね。お手伝いをお願いすることと自主性の尊重は矛盾しません。 でやってくれたらちゃんとお礼を言うと。まあ、そういう感じでこう関わりを持っていただくことが大変重要になってくるかと思います。15年と言いますけれども、すごく長いという見方もありますけれども、えーまあ、あの私の統計では平均的です。今現在、日本で、まあ、引きこもっているお子さん抱えている親山さんの統計を取ると、お子さんの引きこもり平均、えー、期間は13、4年というのがまあ平均的ですので。 ま、平均よりちょっと上ぐらいです。えー、長い人は30年とかいますんでね、普通に。あのー、で、30年引きこもった後でも、社会参加した人は、私見てますので、あのー、なんか慣れてしまって、もう、あのー、いろんな機能もすり減ってしまって、もう、社会復帰は無理なんじゃないかと思ってしまう気持ちはわかりますけれども、そういうことも起こりませんので、諦めずに、多様な試みを続けていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございます。 次の質問です。意に沿わないことがあったとき、とに暴れることが目立ってきました。え床をどんどん踏みならす、襖や壁や戸を蹴る、物を投げるなどの行為です。こういうときは、どのように対応すればよいのでしょうか。また、すぐ横になりたがるのですが、なぜでしょうか。よろしくお願いします。はい えっと、暴力ですね。暴力に関しては、まあ、先ほど十分答えた気もしますが、もう一回繰り返します。えっと、物に当たるとか、まあ、踏み出すとかね、そういった対応の、割と軽微な暴力、つまり、親御さんに対して次回に殴るケルをしないとか、嫌をさせないとか、そういう激しい暴力に関しては、これは通報が第一センターになりますけれども、軽微な暴力に関しては、私としては、あ避難をお勧めしています。えー、ただし、順番がありまして、 まずは、その、それは暴力であって、その暴力がすごく嫌なんだということをちゃんと伝えていただく必要があります。えー、もう一回言いますが、ダメではなくて嫌と言っていただきたいです。で、嫌だからやめてほしいということを繰り返し訴えていただく。で、それで終わらなかったら、どうしてもやめ,や,めやめてくれないんだったら、そういう状態のあなたとは一緒に暮らせないから、しばらく家を離れますよというをしてください。結構この予告は効くんで、 冷スや浴びせられていうのはショックを受けますので、それで暴力がしばらく収まる可能性が高いと思います。で、収まったらそれリいいですけど、収まらなかったときは実行してください。つまり暴力が復活したら、一旦家を開けてください。えー、さっきも言った1週間程度で結構です。えー、この程度の暴力だったら、それで完全に収まると思いますが、今申し上げた順番をおろそかにしないでいただきたいと思います。えー、今日お話したことは、まあ、 すべて実行する条件でお話してますので、えー、この部分はうちではちょっと外してもいいだろうとか、勝手に判断せずに、一個一個の条件と順番をしっかり守って実施していただきたいと思います。繰り返しますが、詳しい手順は、えー、あのネット上にありますので、検索してみていただければと思います。 でえっと、暴力というのはそんなに対応難しくありませんからその後との関係性がこじれないように対応していたことが大事かなと思っています。で横になる件なんですけれどもこれいろんな事情があって一概に言えませんけれどもやっぱり引きこもっている人っていうのは体力が落ちてましてですね、えー、結構あの体がしんどいという方が多いですから、えー、っとそれですぐ横によくなってしまうというパターンが結構多いと思いますし。 それから起きてものを考えるのはただ苦しいので、えー、何も考えたくないからよくなってしまうという人もいますけれども、いずれにしても今のご本人が暴れてしまわざるを得ないくらい非常に苦しい状況にいるんだということは理解していただきたいと思います。ただもう一個付け加えておくと、苦しんでいるから、苦しんでいるから、このぐらいの暴力は仕方がないとは思う必要はありません。えー、暴力は暴力です。それはきちんと拒否をして、振、えー、ら,らなくて済む環境作りをしていただければと思います。 以上です。ありがとうございます。では続いての質問です。はい、当事者と保護者の対話のあり方を改善することが大事だとありますが、母親の対応は改善されても、父親の対応がなかなか変わりません。また、父親自身が相談員と話すことも拒否しています。夫婦不和なども一つの要因であると考えますが、こういった場合、どのようなアプローチが考えられますか。 ご夫婦間のご両親間の、まあ、摩擦といいますか不和がいざ一番厄介な問題で私もあのご本人対応に関しては対外の問いに答えられますけれども、えー、夫婦間のこういった問題に関してはこうすれば絶対大丈夫とは到底言えませんのでこれから申し上げることは参考程度にしていただければと思います。えー、っと 先ほど申しましたようにあの、この状況下ではですね、ご夫婦間で、えー、話し合いは難しいと思います。つまり、合意を目指した話し合いは不可能だと思います、えー。そういった場合どうするかというと、さっきも触れましたけれども、なんで、こんなに違ってしまったのかということについての、まあ、違いを共有していただくということを、まずやっていただきたいかなと思っています。つまり、あのお母さんとお父さんでは、 本人に対する構えという考え方がまるで違うわけですけれども、そこをいきなり攻めるとか、批判するとか、もう散々やってこられたと思いますし、それは多分うまくいってない、えー、逃げられるばかりで失敗しているということがあると思いますが、えー、そういった場合は逆にですねあの私とあなたの違いがなぜ生じたのかを知りたいんだということをですねしっかりと、まあ、投げかけていただきたいと思います。まあ、これに対ししててもですすねあの、まあ、夫の方はすごく警戒をして 彼によると説得されるとかいろいろ思っちゃってですね、乗ってくれないかもしれませんけれども、攻めることは一旦全部やめて、休戦状態にし,していただいた上で、この違いを共有していきたいということを繰り返し訴えていく中で、まあ、ある程度の話し合い、話し合いというか違いの共有ですよね。違いがな,なぜ生じているかについての、まあ、と問いかけをしていく。ただ、問う際にどうしても質問が誘導尋問っぽくなってしまうことは避ける,避ける必要がありますので、攻める意図はないんだということを繰り返しながら、 ちゃんと聞いていただくということが大事かなと思っています。私はそう考えないけど、あなたがそう考えるのはどうしてなんでしょうねということをですね、できるだけその喧嘩腰にならないように難しいかもしれませんけれども、やっていただく必要があるかなということです。で、その違いを掘り下げていく中でですね、実は目指すものはその違い、そんなに変わっていないということに気づくことが非常に多いんですね。えー、同じ方向を見ているんだけども、まあ、スピードが違うとか、手順が違うとか、 そういうことが分かる場合もまあまあ,ありますので、まあ、そういったことが分かってくればですね、あのー、ふとしたことから、えー、回復の兆しが見えてくることもあります。なので、そういった話を持つことは、まず考えていただきたいことが一点なんですけど、それ以前の段階として、まずは、まあ、ご本人に対話を増やす前にですね、ご両親間の対話の機会を普通に増やしていただきたいと思います。 この不和とおっしゃる状況では難しいかもしれませんけれども、その理由の多くが、もしひょっとしたら、あの、その、パートナーの方は、口を開けば批判されるという警戒心を持っているせいかもしれませんから、そうではない対話というのをたくさんしていただく。えー、つまり大事ではない雑談をいっぱいしていただくということで、だんだんと警戒心をほどいていって、それで、あの、まあ、 そうですね。難しいかもしれませんけれども、日々断笑ができるレベルまで行っていただけたら大成功ですけれども、そういう方向に持っていっていただいた後で、さっきのように対応していただくと、スムーズかもしれません。いきなりその、私とあなたがこんな違いななぜ,な,なぜか調らみたいなことをぶつけると、やっぱり警戒されちゃうかもしれませんから、そっちではなくてですね、とりあえずはその、えっと、日頃の、まあ、何気ない雑談ですね。大事ではない対応の方を重視していただくというスタンス。 えー、こちらによって、まあ今不安とおっしゃっている関係性が、まあ少しでも回復するんであれば、まずそちらから先にやっていただくのが一つの方法かと思います。とりあえず以上です。ありがとうございます。では続いての質問です。えー、これはちょっと内側からの質問にはなるんですけど、はい。えと日商えー、と子ども若者の総合相談センターコンパスですね。この6月から設置しまして、この8ヶ月間で160人程度のあの相談がありました。 実際にあの想定される日常市内の引きこもりの数にはあの到底及ばない数となっております。こういった支援につながらない家庭に対して、こう市としてコンパスとしてどのようなアプローチが可能となってくるでしょうか。はいえー、っと160人というあの支援者の数自体は、支援対象の数としては、 あのそんなに、えー、少ないと思いませんけれども、えー、確かに市、まあのーズ全体には答えられていないのかなという気はいたします。えー、っと、引きこもり支援のニーズというのは、普段からまめに振り起こしていかないと、すぐ火が消えちゃうものなんですね。これはいろんな自治体で経験しました。えー、せっかく窓口作ったんだけど、観光電になっちゃって、この自治体には引きこもりいないんじゃないかという錯覚が生じるくらい、ニーズが減ってしまったと。ここれはです、ね、当然のことでありまして 引き込み支援というのは、まあ、相談してもすぐ成果が上がらないと。で目,に目に見る成果がないので、あの来た人も中断してしまったりとか、あるいはその,、まあ、その存在を知らないので、まあ、相談に来ないとかですね、そういういろんな事情があって、えーまああのえーと、相談が増えない、もしくは減っていくと、しまいにはもう暇になってしまうということがよく起こるんですけど、大変もったいないと思います。い、え、い、ー、いくつか言いたいことがありますけれども まず一つはですね、ニーズは掘り起こさないと消えてしまうということです。掘り起こしていますのは、こういったイベントそうですけれども、あの啓、啓発活動を頻繁に行ってですね、あの、やってますよというアピールをしていかないと、その存在自体を知られずに生まれてしまうということがよく起こるということです。なので、メディアを駆使して、SNS も駆使して、こういう活動をやってますということを周知徹底していくことが非常に大事で、あの、 えー、それと掘り起こして、普段からニーズを掘り起こしながらやっていくことが大事ですね。それからあと、あの、えっと、相談はですねあの、私の経験から言ってもすぐ成果は上がらないです。上がらないんですけど、来てよかったと思ってもらわないとつながっていきませんから、まああの、具体的な方法論を持って、まあ、相談にきちんと答えてもらいたいと、えー来た来たら。来たらこんなお土産がありましたと。この場合のお土産というのは情報ですけれどもね。あの 相談先でもいいですし、あるいは対応の方針でもいいですし、何でもいいですけれども、まあ、相談したらこういう答えが得られて、とても良かったというふうには思っていたことが大変重要で、単に話を聞いてもらえたから満足となかなかならないとも思いますので、まあ、そういった工夫をぜひやっていただきたいかなということがあります。それとあの自治体のです、ね、相談窓口といいますか、相談体制において、えーと、私は3点セットが必須と考えていて、 どんな参戦性とかというとまず相談窓口ですね。で相談窓口がまずあって次が家族会です。えー、家族会自前のものを持つ必要はないですけれどもあのもし KHJ みたいなものが身近にあるんだったらそこのつながりを強くしてあの家族会につないでいくことをまず考えていただきたいと思います。え被、ー、支援においてはよく依存症モデルで言われますけれどもあの家族同士の関係性はすごく大きなリソースですから。 えー、これをあの活用しない手はありませんので、えー、あれば、そ、ま、こ、あ、とのつなが連携を深める、なければ自前で作る、いずれかの方法でその、えー、家族会的なものに参加していただくことをぜひ考えていただきたいんです。これは非常にあの良いお土産になると思いますし、えーつ、つながるモチベーションにもつながっていくと思います。3点目は、ですね居場所です。 本人居場所があるとなお結構であの当事者がやってきてもいざ本人が来てもですねあの何していいか分からないと、えー、いすぐ就労支援とか進めても儲けませんからとりあえずは、まあ、一旦その中間段階としての居場所みたいなのがありますとですねあの非常にクッションとしては機能しますでまあややアクロバティックかもしれませんけれども家族会と居場所は融合できると思います えー、家族会で居場所を融合して、えー、その代わり頻度を増やすとかですね、そういうふうにしてもいいと思いますので、そういう試みで、その来てよかったと思っていただけるサービスを展開していただければ、まずつながりやすくなる、でニ,ーズのニーズの振り起こしによって、えーあの、届かせていくということをぜひ考えていただければと思います。 現在、コンパスでは相談、加速会、居場所を3つともやっているんですけど、加速<あ>会と、はい、居場所をあの共にという、そういった発想は今までなかったので、はい、あの我々も精進できるようあの考えていきたいと思います。ありがとうございます学校教育として初めの一歩として、これだけはやった方がいいんじゃないか、これだけはできるんじゃないかという、そういったこと、何か初めの一歩のようなことがあれば、ぜひ教えてほしいというような質問でございます。 えっと私はもうとにかく対話してほしいと一貫して申し上げております、えー。生徒だからといって、すぐ指導対象にするんじゃなくて、生徒とも対話的な関係を築いてほしいと。生徒と対話するってことは、生徒の尊厳を尊重する、えー、権利や自由を尊重するって意味ですから、そこに全部入ってますので、えー、対話的な関係を作るってことをまずやっていただきたいと、本当は思ってるんですけど、 とても難しいかなと思いますので、えー、でとりあえずやっていただきたいことは、生徒が理不尽に、尊厳を傷つけられないような学校空間を作ってほしいので、まず、教師自身が意味がないと思う校則をまず全部切り捨てていただくことと、いじめとハラスメントに対する罰則を定をしっかり設けていただきたいということと、それから教員複数による同活メーター指導をやめていただくということをまずお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございます。 続いてですけど、あのチャットの方でいただいている質問について,どうていたいいと思います、えっと。引きこもって10年の無欲な息子さんの母親から相談を受けています。えー、会話はありませんが、はいえー、夕食は親子で食卓についています。どのような対応をしていくと良いでしょうか。 えっとちょっと情報量が少ないので、まあ、その情報から得られる範囲で答えますけれども、えー、ご飯が食べれるということは、親、ま、御、あ、さんを拒否はしていないということが分かりますので、その関係性を大事にしていただきたいと思いますが、話、まあ、題に関しては、親御さんが積極的に作らなければ、まあ、この関係がずっと続いてしまうという懸念があります。えー、我々作り方は先ほど申しましまたように外出の誘いいかかかけとと、まあ、お手伝いとか いろんな工夫がありますので、ぜひそれをやっていただきたいと思いますし、自治ネタでもいいですよ。結構ご本人はネットやテレビで社会情勢に関心を持っているので、まあ、そういった話題を振ると、意外に、まあ、あの上質に答えてくることもありますので、今だったら、まあ、あのウクライナ情勢とかコロナ禍とかそういうことをテーマにして、あなたはどう思うかということを聞いてみるということは、ぜひやってみていただきたいと思いますし、それからあと、小山さんの悩み相談。 えー、お母さんですから、お母さんがもし困っていることがあったら、それについてご本人に相談してみるという方向性もありだと思います。一般的に親御さんは引きこもっている当事者のことを常に半人前扱いする傾向が強くて、半人前扱いと対応するに、その一人前の判断はできない人として扱っていることが多いので導かな、常に導かなければならないというふうな思い込みが多いですけれども、結構、あのー、 ししこれ自分自身のこと以外については結構、明晰な判断力がはざいている方が非常に多いので、今申し上げたようなこの相談事をしてみるというのは、本人に対する肯定的な評価をしていることが伝わりますので、ぜひ試してみていただきたいと思います。とりあえずは以上です。えっと、定年退職をもうする年になっておりまして。 あの今後、自分たちが亡くなった後のこととかを考えると、まあ、将来が心配であるということなんですが、え専,門専門家等を交えたあの相談とかをしていった方が、そういった体制を作っていった方が良いのかという質問でした。お願いいたします、まあまあ、30代ぐらいになっていると想定で考えますけれども、えーとはいえーと、定年退職というのは最大のチャンスです。えー、つまり将来の、えー、お金の話をする上では、またとないチャンスですから。 この機会にぜひともお金のことについて、えー、つ,つまびらかにしていただく必要があろうかと思います。えー、っと、一般的に日本の家庭はあの子供にお金の話をしたがらない傾向が強いと言われてますけれども、えー、それを避けた結果として、親なきゃあと衰弱死というパターンになってしまいかねませんので、あの資産状況とか、それからおなきゃあとの相、ま、続、あ、とか、えー、あるいは、あの 本人にいくらお金を残せるかとか、そういったことに関する全体的な数字をしっかり共有していただくと、で文書化して残していくということをぜひやっていただきたいと思っております。一部の山さんがよく言うのは、そのうちはたまたま余裕があるんで、そればれちゃうと、本人、働きなくなっちゃうんじゃないかという、そういう懸念がありますけれども、これもありえません。引、え、き、ー、こもり生活自体は苦しいので、余裕がむしろあった方が、安心感から動きやすくなります。 えー、で、あと、あの、もし、こう、金銭面が足りないということがですね、えー、分かっちゃった場合。 これはこれで当然不安になるわけですけれども、親御さんから、まあ、うちはもう余裕がないから頑張りなさいと言われるよりも、今数字はこのくらいで、あなたにはこの,お金をこのぐらいお金を残せるけれども、それが尽きたときにもし働けなかったら、あとは生活保護だよねとか、そういう話をした方がですね、より具体的な目標を持てますので、どっちにしても、つまり余っていても足りなくても、えー、ライフプランを立てる意味はありますので、ぜひやってみていただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。 続いて、えっと、チャットからの質問を1つ取り上げてください。2点質問です、えー。1つ目、子どもは言葉にできない複雑な感情を抱えて、うまく表現できないことがあると感じています。その場合、言葉にできない複雑な環境を受け止める姿勢で話したくなったら話したり、LINE などのツールでも良いので、待つという姿勢は対話の姿勢として良いのでしょうか 2つ目、暴力のところで避難先の確保が難しい場合は、どのように対処したらよいでしょうか。よろししくお願いします、はいえー、と対話に関してですけれども、その何て言いますかね、えーと、聞きたいことに対して答えがすぐ出るわけがないんですよ、どんな質問でもね。なので、答えがなかったら、それに関しては待つ姿勢でいいと思います。ただ、待ってる間は沈黙じゃなくて、待ってる間は別の話題をたくさんしゃべっていただくことが大事で。 えー、そういう,こういろんな対話の蓄積こそが、原、まあ、語化機能を高めるわけですからあの、沈黙で待つんじゃなくて、おしゃべりしながら待っていただければと思いますが、LINE っていうのはありましたけれども、できるだけその補助ツールは使わないでいただきたいです。目指していただくのは、面と向かって、フェイストゥーフェイスで声を交わし合う対話であって、えー、テキストメッセージでやるのは、あくまでも補助でしかないと私は思ってますので、えー、そちらの回路を使いすぎると対話が減っちゃいますから、あのー 親御、えー、さんの方から積極的には使いすぎないことをお勧めしたいです。えー、避難先の確保に関してですけれども、えー、とこれは難しいですね、あのーまあえー、お金を出せばホテルとか、ね、使えると思いますけれども、えー、それも難しいという意味でしたら、あとは行政のシェルターとか、そういった私しか今思いつきませんので、すみません、これに関してはあの、こうすれば絶対大丈夫ということはちょっと言えません。 大変多くの質問をいただいているところでございますが、あの、終了の時間となってしまいましたので、あの、質疑応答の方はここまでにさせていただきたいと思います。斉藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。西尾市コンパスではですね、現在不登校、引きこもりなど悩みを抱える子供、若者、またその保護者のサポートをしております。本日の講演の内容はですね、スタッフに共有の上ですね、 我々もより良い支援体制を構築できるよう努めていきたいと思っております。斉藤先生、本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。皆様、拍手の方、お願いいたします。ありがとうございました。では失礼します。